皆様、こんにちは。時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。本日のシンポジウム、日本国士学会主催、日本文化チャンネルさくら協産シンポジウム、芸術、文化と自由の問題、愛知トリエンナーレが投げかけたものを開催させていただきたいと思います。 えー、私はあ今日ですねこの進行役と、えー、説明文の解説とパネリストと一人三役を務めさせていただきます、えー、弁護士の岡島と申します。えー、ということで、よろしくお願いします。<laughs> この名古屋国際会議場でございますが、今日この会議場でこのシンポジウムを開催することには、大きな理由がございまして、この会場にいらっしゃると、この広場、正面のところに巨大な騎馬像が置かれているのが目に入るかと思います。スフォルツァ騎馬像 と申します実はこの「スポルタ騎馬像」を制作監修されたのが今日基調講演をしていただく田中秀光先生。そういうことでですね私はあの今回のこのシンポジウムを開催するにあたってぜひこの名古屋国際会議場でやりたいとそのことでこの芸術とは何か ということを考えるにはまさにふさわしい会場であろうとこういうふうに考えて今日の場を設けさせていただきましたさてご承知の通りこの愛知トリエンナーレ非常に大きな社会問題となりました今年後半この話題でかなり 持ちりの状態でであっったたととといいううよななこかか思ますちょうど最近、この愛知県の検証委員会の報告書が出てきて、さらに名古屋市の検証委員会も立ち上がったということで、まさに今日のこの開催は、非常に時期にもかなったものとなったかと思います。 それでは、そういう中におきまして、いわば渦中の人となったというよりもさせられた河村市長、を今日はおいでいただいております。 いろいろあのお話しされたいことがあるかと思います。お話しいただければ1時間もしゃべることがあろうかと思いますけれども、あのお忙しい中でのご参加ということで、冒頭発言という形で15分間をめだにご発言をお願いしたいと思います。思思いいいいの丈を語ってたただきたいと思いますじゃあ村どうぞ これはよ、大変に深刻な問題ですよ、これ。これ、なんかエリア借りオようなこと言ってますけど、僕はね、あの事実だけ三つ考かえかてきますと。一つは、名古屋ロサンゼルスっていうのが、姉妹都市で60年やっとるもので、一月前にロサンゼルス行っとったんです。そしたらそこのガイドのおばちゃんが、おばちゃんって看板女性がおるで、よし、知りませんけど、お嬢様が、私ね、言って、 20年か30年、すんどり行きましたよ、ロサンゼルスで。頑張っとんだわ、いって。で、例の慰安婦像を、ロサンゼルス近郊に作ると、ブレンデールなんだったから、だんだんあるじゃないですか。それで、こんなことは日本人はしとらん、って、署名運動をやって、みんなで、頑張っとんだわ、だよ、これ。これ、ロサンゼルスで。何を名前はやってくれるの、言って、これ。おい、言ってますよ、これ本、本当に本当に。 だからものすごい人そういう気持ちを裏切りいることもね、だから感じないかん。公共事業でやったりこともありますけど、主催者ですからこれ、名古屋市、愛知県。愛知県の勝手に作ったとんでもない検証委員会でですね、主催のね、あの主催は実行委員会でやってますけど、オリンピックもああれ、あの実行委員会ですからね。あれは日本国がやっとるんじゃないですか、あれ。 行われた取りになるはですね、明らかに、まあほとんど県です。県市、まあお金で言うと県が6億、名古屋市2億、まあ全体で1億ですけど、名古屋市2億で3分の1にはそう大体決まっとるんですけど、実は名古屋市民も県民税払ってますので、まあ半分まではいかんけど、相当のお金を皆さん名古屋市民の方だったら負担されてやると。で、主催者です。これ。主催者ということはどういうことになるか言うと、 これは A ということをですね、まあ、いわゆる裏書き効果がある人は、まあ、法律上言っとるみたいですけど、裏書きするわけですよ、名古屋市が。これは当然。だからそれは天皇陛下の、その、なんですか、えー、肖像写真をバーナーで燃やしてね、あのバーナーという意味あるんです実は。マッチじゃないんですよ。バーナーというのは暴力を意味しておりまして、イメージとすると、これ。まあ、暴力的に 陛下の衝動画を燃やして、あとで足をって踏み抜けるということそれからもう一個は、三つですよね、主に、だから今のイアウト、これから陛下の写真を燃やすやつ、これから皆さん、ご承知だと思うけど、ああお墓みたいなのがありましてですね、それにはイリオットジャポニカと、まぬけな日本人というか、バカな日本人。 塩分というのが出てると。これ何回とその墓の上に石碑がありました。そこに寄せ書きがしたんです。これは特攻隊のサインだという説と、まあ軍隊に行かれたあの肩の参だというのがあるんですけど、いずれにしろ戦争で死んだ日本軍兵士はまあ抜けであるということをですね書いたところ主に三つ本。 名古屋市が主催して出すことが重要なんですよ、これ。これ、まあ、税金も税金ですけど、主催して出すことこれ、名古屋市がそういうことをちゃんと裏書きして認めたということになるんです、これは。そういうものなんのこれでしょう。なので、そのロサンゼルスの人が言っとったんだうな一つ、これからまあ、事実まで言ってきますと。 最近の中日進歩が最新歩めちゃくちゃないんですかこれそんなに中日進歩の地元ですけどわしも小さいおうちから中日スポーツに洗脳されて中日スポーツしか世の中では思っとったドラゴンズしかね思っとったうちの親になんか7回か8回で中日マニュアルドラゴンを切ってまとった <laughs> そういうことですけど中日の中で 一番最初に書いてあったのは川村が師匠でありながらだねこういう発言をするいうことは社会の自由に対する脅迫だと謝説にちゃんとバンド「脅迫いうのは犯罪に近い言葉ですからねこれんで俺が脅迫犯にならなあかんの」から2番目は45日前ですから「えー、川村師匠発言は検閲だと」とまあこういうふうに書いてありましたこれ。 俺言っとったらこの間も市の正式な限り言っ俺がもし検閲代ってはっきりしとったらわしは辞職せないかんと。そんな憲法違反のね社長社長だね市長がおって2兆8千億円ぐらいあるから今そう予算をねそんな人に預けとったらいかんじゃないですかこれ皆さん本当に解任せないかんですよこんなふうだったらとんでもないですよ本当にで朝日新聞は「河村隆はしめんのように薄っぺらい男だった」とこれもうよ よう言ったわよのこれ本当に。きしめんは薄っぺらいことけど幅が広い。で味が詰まっとるんだ。何言っとるか言って。もう最低だねか本当に。これ。でちゃんと根拠を返事したこいってけど何にもありません。うん、まあ,あのどう言っとるか言うとまずねこれは公共その書いた時に河村隆は。 脅迫だと言って書いた時「朝井旬馬きめない」書いた時にですね朝日の方はまだ名前分かっております高橋さんという女性の編集員の方でこれはだから中日は誰明らやだか分かるせんなこだから社説でちゃんと書いてありますからその書いた時にですねまずそのこれは公共事業であるということを認識しとったかと私は悪いけどあのただの一度もこの作家 まあアーティストだと言われる皆さんにこういう表現をやめろと言ったこと、一っもないですよ、わし、これ、一っもありません、どっかの画廊でですね、自分たちでですね、やっていただくということならないと、しは言うことじゃないですから、そもそも。だけど、今回はこれ、主催事業でね、わし責任があるんですわ、これ、委員長代行として、これ。 で公務員は憲法15条2項に書いてありますけど、全体の保守者であり、一部の保守者でないと書いてありまして、それが100人が100人じゃなくてもいいけど、まあ大方がですね、これ、全体の保守者だもんで、まあ大方が納得していただくようなものをやらんといかんでしょう、これ。そう思いますよ、だもの。ほ <laughs> んな、ね、そ,それを知って書いたのかと、まず。 ね、俺から天皇陛下の肖像画がバーナーで燃やされて、足で踏んづけられる動画があったことを知って書いたのかと、俺はっきり知らなかったと言えんですよ、なぜかというと、これ、隠されてましたから、あとでまた言いますけど、実は展示の時の書類に入ってないんですよ、これ、本当に。他の天皇の陛下のやつが、写真が載っとるもんだね、そんなバーナーで燃やされて、足を踏んづけられるなんて、わしも知らないんだんだこれ。 ほんこのトリエンナーレが始まる前の晩に東京ホテルでレセプションがあったの。よーけの人が集まったほんと1000人以上おったんやかな。ほんでわしも15人ぐらいで乾杯要員だしもんだで舞台の上におったの。おうちからあの津田氏が出てきてですね今日は文化庁が今とか何とか言ってですね20分か30分ぐらいは大演説やりかけたの。俺これどうなっとるんだこれは」って言ったら隣におった陣がですね いや実は違反嘘が出てる「えっへへへへって『おいちょっと待ってくれ』っておい」というようなことだけど乾杯せんならもんだでおんなもんだらまあ模様ド, <laughs> ドラゴンズ』歌ってよ暴銀に痩せると「お面はも模様ドラゴンズで模様よ取りえになれ」ってやっとっただねかいもんで「いや俺,俺は本当に知らないんだんだ」って「正直に言いましょうか」ってそれは全然知りません ままあまあそれが隠されとったということをそれからもう一個はなんだ、えー、いやああ隠されとったでほぼ3つねこれ一つが公共事業では普通のギャラリーでやるああいうもんじゃないとそれは表現の自由ですよそこでやられればそれはだから公共事業だと主催だとそから陛下の肖像画をバナでもやしで足で踏んづけるやつがあったと動画が。 それとそれが実は展示の時の申し込み書に載ってんだから違うやつが載っとったんです隠されとったのとことを知っとって書いたのかと中日と朝日に聞いとるけど何の返事もありません、えー、ど,どちらが検閲かいう本当にそういうことを僕が一人のことを検閲したいことはどういうことになるかと,と皆さんの中でまあそれはいろんな 人もおるか分からんけどやっぱり天皇陛下には敬意を払おうという人もよくござるわけでしょうこれこれ、うん、そういう人たちにしてはどうなるんですから公共事業でやりますと公共事業というのは先ほど言いましたように裏書き効果があると言われとって、まあ、政府が発言あの、まあ、地方政府が発言することは認められてはおるんですただその場合は先ほど言ったように普通の表現と違って これはええことだというふうに裏書き効果が発生するわけですほんな皆さんよういろんなことをやるときにあのんですかええー、講演してくれとか言って申し込みに来るじゃないですかええー、講演でも主催はよっぽどないですよそれ主催は主催は簡単にはできませんからこれおいでしょ講演だって審査しますよ当然これそうでしょわしはもう 権力のの象徴のようなどっちかいいと思いますけどまああまりあの高須さんがおる時に言うと感じ悪いから、ね、僕らの時はご承知のようにベトナム戦争もありましたしね本当に小さいうちはなんかロシアは立派な国だとアメリカはとんでもないですそれです先生みんなこんなことばかりやっとったらねはっきり言いましてでロシア民謡がええもんでね女学生で肩組んでよ。 懐かしいわまあこれ <laughs> と思っってしばらく出すどうもこれ根本的に間違っとったねんねやかとどうも共産主義社会主義やっぱり間違えてなかったのかということはその後気づくんですよ大体そうでしょうまあまあんなことはええですけどまあそういうのことで、えー、マスコミはもうの一方的で俺危険を感じますねこういうのはなんか河村さんが権力行使だ言っとるけど。 何を言っとるのあ3つ目はこれ大村さんの完全独断先行これは全部そうですわしは何が何べん話し合おう言ってもあ何でわしが言うか言ったらじゃあ委員長代行だから責任があるんですこれこれは全体の保守者として言えるようにね今回の展示皆さんの税金使ってもまあまあこれはなというふうにまあまあいいだねえかというふうに言ってもらえるようにせないかでしょう。 だからこれがあってまあマスコミもめちゃくちゃで大村さんの独断ということですでまあ論点をまあまとはちょっと、まあ、大体今言いましたけど5つあると思いますね一つは、まあ、繰り返しになるかわからんけど公共事業だということねこれで税金芸術に税金を使ってはいかんという理由はありませんこれはね応援することってあるんですわあの税金で名古屋だったら例えば あのやっとと文化祭とかですね <laughs> ありますよそれは芸術も応援して育てないか。でその時はしかしやっぱりみんなが納得できるようにですねそれは議会もあってこれからあ議会のことで思い出しましたとあとは議会がダメだわこれ本当にうんまあ地方議会っていうのはもともとほぼあのアメリカだとノンパーティーということで議会 自分たちが例えば民主党で大統領をヒラリーと共和党は、えー、トランプさんやるとしても地方議会なんかロサンゼルスなんかノンパーティーとちゃんと書いてありますよこれいうことなんだけどこのな自民党の県連の会合の中で県連の皆リア様ずらっとならんのでこっちは市長総族の事務長がずらっとおってまあいろんなお願いをするわけですその時にわし行ったったわこれあの世を言ってあ,あの世とは言わないんだけど。 まあちょっと丁寧に言いましたけど、自民党の皆さん、政権政党でしょう、あんたたちって、それプラス自,由自民党でしょう、一応、これ、保守と言われる、その皆さんがですね、こんな展示をですね、今言いました、やって、そこに主催ということになって、また皆さんの税金を使うことを認めるのかと、これ言ってで、なぜもっと議会で問題にしないんだとこれは、これはこれは。 こほんあ,あどういうことがあったか言うとまあ名前出すや,やこしなるだよまあ,あちゃんと言いましたけどもうとにかくいろんな意見があってとかよ、うん、俺からとにかく知事と仲良くやってくれとかですねそういう話だね言ってこれはでしょうそれはまあ,あのこの間桜美子さんは僕にとったのは国家の名誉に関わることだわよと言ってましたよそれ。 んなこんねえあいってと言ったんだけどもう取り上げません、えー、何でか言うとそれが一番初めとの関係する議員が家業になると長いことやらなきかんの皆さん騙されとるけど日本の今の議員とか首相っていうのはむちゃくちゃありがたい仕事なんですこれ給料がど高いの本当に。 名古屋市長でいうと年収2000円俺は800万だけど2800万ですよ名古屋市長はこれ俺は800万4年ごとに退職金が4220万もらえる4220円じゃないですよこれ <laughs> ほんとはねみんな人心証できてますこれほと家業になってるじゃないですか家業になると長いことやらなかんで理念に基づいて行動するより上手にやっていくことを選択するんですわこれええー 題でまあ憲法9条の問題だってやれへんでしょみんなだから美咲先生自民党におった時に賛成してこの新進党が来たら反対したりですねむちゃくちゃですよ本当になぜそういう理念に基づいた行動をしないのかと俺は給料が竹矢で家業になって投げやことをやるだけどまあはやめろ言ってるけどまあちょっとええ雰囲気になってきたぞ <laughs> まあまあそういうことであの 5, 5, 5ポイント あの一応問題点を言ってきます一つは公共事業だで主催だったのからもう一つは陛下のそういうあの写真をバーナーで燃やしてそれ足で踏んづけるというとんでもねえですわ足これいろんな外人に聞いたけどそれ当たり前だった人は誰もおらん、うん、おりません結構外人にも聞いておりますわええっ言って言ますわ本当に、えー、それからそれは2番目3番目はそれが隠されていたいこと これだけちょっと説明していくと8月1日がオープンだったわけよ取りえんだほんで7月22日の日にそれまで市に聞いたったら何べんもいや不自由点というのがあるらしいあるということはあのパンフレットで聞いた内容はあんまり詳しく書いてない反天皇制とかいろいろ書いてあるわけですよ、えー、だもんで大丈夫かいうことで具体的にどういうものが出るかということを県に尋ねとったと毎月のように 7月22日にその一覧表がようやく出てきたと1週間前のほぼでそこにまあわしもちゃんと確認しましたけどあの作家の名前と内容と写真と3つで撮るんですほんで慰安婦像と今のもう一回「間抜けな日本人」については本物がでて撮りますこれがこれがほんでもう天皇陛下の分についてはその動画の部分は違うやつが出ております動画のないやつは。 これがバーナーで燃やすようなやつがないやつが出とるんです、これ、ほんなもんで、まあだまされたわけだわ、はっきり言うとういうことで、それで展示されたというのが、そうなっちゃったわけです。何でだましたか言うと、金、本当のことを言ったとするとですね、まあ僕らでも、ちょっとこれね、公共事業でやるんだで、ね、これ、悪いけど、皆さんの、多くの人の、 あの今の税金使ってやるんだで、ね、ちょっと考えないで大至急実行委員会やってとその時も言いましたけどみんなで相談証明やとで作家も来て待って意見行,行こうのねやかと言ったと思いますよわしこれいくらなんでもこれ職務上言わん方がいかんのじゃないのこれ言うと検閲なんすかわしこれこれ <laughs> 言うと市長辞めなあかんのこれ逆だと思いますよこれ。 おでしょ思いますよ中日新聞に文句言ったでしょ本当馬鹿らしい本当の話言ったんだけどあんたたち何不買運動をやってほしいのかとこれ得意な話ですよとんでもねえんだこれ。まあということで何言っとったか3つ目はさで4つ目はマスコミが慰安不像のことだけ何か書いてね、うん、で表現の自由なんそんなことをやっとって陛下のこととかこれ隠されとったいことを もうほとんどやりませんねこれ。やらないこれ。だから日本は怖い国ですよ本当に。いや怖い。マスコミが自分のところのイデオロギーか何かあればそれでやっていくんです。皆さん上司がおるもんで変なこと言われるとうっとしいで。リアリズムに立脚せないかんちゃんと。これは何が現実的にあるのかいうことをちゃんと書いて趣味に知らせないかんですよこれ。やらないこれ。 あじゃあこれについては言っとるのはあの要するに「台本へ発表」と「あの時よく考えてみよいって「台本へ発表」と「御堂へ会議においてねあれなんか勝ったとまでは書いてないけど確か実際は5席ほど失ったんですで確か1席か何かで嘘を言ったわけですそれからガダルカナルでおの兄貴は死んどるけどガダルカナルも転身であって成功したと。 あんんんなな大敗北をしたなんて書い,てないんですよこれそういうのをバッと出すこれは大村さんの今回は展示するという意思で出,出とるんですこれその場合に「じゃあどうするの?」ってこれおかしいなと思ったら「言っちゃかんのですか?」っておでしょだから一旦公権力の行使によって何かの意思表示がされとった時に「それが間違っとるんじゃないか」とこれ言った時に「 発言しないことがですね例えば大本営だって本当のことを言っとら原爆2つ落とされるようなことはなかったか分からんですよそれは分からないけどこれはと名古屋城ももめなんだから本田でそうでしょうだからそのマスコミがやっぱりいかんこの事実をちゃんときちっと書くという勇気がな、ね、い一辺書いた時に「ああの時は確かに神村さんが言っとるように天皇陛下のそんなのがあると知りませんでした」と。 だいい騙されとったんだで言って、税手かかん、これね。で、一番、まあ、最後は議会が、今言いましたように、本当は皆さん忙しいで、代わりにと曜日はよけ給料払って、議会という人を持っとるわけでしょう、これ、議会政民主化しはんけど。じゃ議会は少なくとも自民党、これ、本主と言われとる、自民党政権政党が。 ちゃんとやらないかんでね愛知県連は特にどう思いますよわしこれ何をやっとんだと言ったいこれ給,給与だけ要件もらってね仲良いやれんかばっかりとってですねわしは小学校の時のリグレーションのとこ行くかでね緑地公園か森林公園か揉めてそれから仲良いやってけとはいそうそうまあこれでやめますそういうことだったらいつでも仲良いしますってこれは ほんだけどこんな、ね、でその7月22日の日に少なくとも慰安婦像は本物が出るということが分かったんです。で名古屋市はこれで行かねえのか行った時に大村市がええ行ったと言うんだけどこの間ついでに行ってきますと45日前に「おいちょっとって何ねえ?」っ言ったらそんなことわしは言っとらんよ。録音あるのかいもんね録音行ってこっちは取り調べじゃねえんだからねこれ。 そういう話だけど新日本できちっと聞いいいたら間違いないですちゃんと文章で時間まできちっと書いてありまして向こうの名前とその会話のやり取りが全部書いてあるのということでございますんでまあその5点ぐらい一つあの整理していただいて、えー、まあ僕はこれ本当にね危機だと思いますね、えー、こんなことがですねまあかり通ってですね簡単にまあよ端的にはまあよく。 あの反日以来いますけど、まあ、反日の方かどうかね、まあ、断言するとあれですけど、まあ、あの人たちによってハイジャックされましたね、あ日本の世論はあれ、簡単にハイジャックされてしまった、えー、でそれから勉強して、アメリカなんかどうなっとるかいうとね、税金をこれほど使わないようになっあの税金で応援するプログラムは、ちゃんと別に議会やなんかでみんなが納得するようにしなきゃなけど。 まあまあ美術館というのは大体館長とキュレーターといいますけどこれはものすごい力を持って、ってでもっと支え取るものが寄付金とか事業収入とかそういうもんだからめちゃくちゃなことをやるとやっぱり集まらないようになるんですよこれやっぱり市民に支えとらんといかんというそういう仕組み大体なっおります見てみるとね日本はいかんはね館長行ったってあれ神田さんがやっとるだろ館長まあ神田さんはまあ,あまり言って関係ども まあ非常にあの立派な方でございますけれども艦長をやって美術をどんのこうのというタイプであればねそれと経営者がやってますちゃんとこれは二人おるとこもありますよ艦長はそういうナットラーモンで誰か一人まあ今回やった大村さんが自分で独裁してこれだけの大きな世論を動かすことができたということになるんですよ、え。ー でままあ、まあそういうことでやけくそでやっとりますのでまあこの辺でやりますけど、えー、酒のまねやっとらんですよ本当に <laughs> ということでございます <laughs> 用意いただきまして <laughs> Thank you for coming. I love you.、はい、どうも川村節さんありがとうございました、えー、あの川村節いつもの、えー、川村節であの思いの丈を、えー、飾っていただいたかと思います、えー、この 我々としましては、この河村市長の言われることこそ正論ではないかというふうに考えておりまして、それを理論的な観点から裏付け、深めていこうというのが、今日の趣旨でございます。 まずは河村市長にその思いの滝を語っていただいてこれを引き継いで議論を深めていければと思います河村市長どうもありがとうございましたま、えー、今日の基調講演は 東北大学名誉教授田中秀道先生から「現代芸術の使徒政治イデオロギー」というタイトルでお話しいただきます。えー、あの結局ですねあの戦後っていうのはねあの結局今ちょっと鎌田さんもおっしゃったけれども。 戦後すすぐは労働者運動がすごかったでしょうストライキやったりねデモやったりそれからまあ安保闘争までは本当にそういう左翼が何するかわからないような感じであったんですけれども実を言うとその頃からですね彼らはもう革命ができないっていうふうになってきたね。で共産党も含めてですねでそういう認識ができてつまりなぜかっていうと労働者がサラ,リーサラリーマン化しちゃうとですね 結局革命運動ということにならないわけですねで。そういうことを認識した後、ですねそれからソ連がだんだんと実態が分かってきてソ連が社会主義どころか全く貧乏国であるつまり非常に疲弊した国であるっていうことが分かってくるということと同時にまあ,あの武力要するに兵力だけは持ってるっていうようなところでですねあの原爆 思っているということだけで、まあ、つまりご存じのようにあのロシア,あのアメリカとソ連がですねあの、まあ、冷戦という格好になったわけで,す、ね、でその頃からですねあのフランクフルト学派っていうのは皆さんお分かりにならないと思うんですけれどもしかしこういうもう革命はもうできないというところを始まったのが文化をですね の取れっていう方向に行くわけですでこれが五月革命というのがフランスでありましてそこでもうはっきり出てきたわけで,すで学問と芸術とですねジャーナリズムとそれから文化を乗っ取れとつまり彼らはもともと少数派なんですね。ですからもう少数派ですから革命なんて大きくないわけですけれどもそれならばですね心理戦でいこうあれ精神問題あるいは こうあらゆる情報を流してですね。そういうところから始める。あの文化革命路線を行こうと、そういうふうに転じたんですよ。その転じたことがね、保守にはわからないんですよ。ですから、文化を全部 NHK は始め。この朝日新聞は全部文化欄を充実してですね。せんこう。何を言ったかというと、応援健三郎の毎月読むようになって。 で完全にその左翼の考え方であの文化を乗っ取っていこうとでそれをですね大学もやりジャーナリズムもやりですねあ,のあらゆるところのこう文化というところでそれが始まったわけですねところが保守はですね文化っていえば伝統と文化の中にあればですねそんなにあの、まあ、口や,、ま、や,やかましく言う必要もないもんだと。 それはもう保守の画像だと思ってたわけですよ。お茶の先生がいればみんな保守だと思ったわけですところがですねそこに全部ですねあの文化運動がですねそういう左翼的な考え方常に権威を批判しろ権力を批判するっていうそういう運動にこう巻,き込まれ巻き込んでいったわけですね。ですから今回の愛知トレーナーの持っている芸術作品は全部それしかないんですよ。 でそういうことがねあの文化と称して彼らはですねでだからなないような顔をしてるんです今もですからこういうこの岩波がですね「愛知に取りえんなあれ」「天こんなのを出してるんですね。でここね国内最大の芸術展で何が起きたかなんて言ってやってるわけです。でつまりねこういう国内最大の美術これはね日本だけじゃないんです。 これはもう世界でもベネツヤ、あのビエンナーレとかね、あのドキュメンタ。あるいろんなこう、まあ、あ展覧会が世界中にあるわけですね。で、それは大体もう同じなんです。で、それ何かということをこれからお話します。でね、それがあの、そういうことをや。やるということは、まさに文化を否定するものですから、文化ではないんですね。では、始めましょう。うん、つまりね。 これ皆さんん便器を横にしているだけなんですこのこの作品がですね20世紀で最大の最高の作品だということをそれをですねあのまさに美術評論家連盟あるいはそういうこの美術に関わる人が全部、まあ、500人集まって決めたの2004年ですよ。これが千1917年のですねフォンテーヌっていうマルセル・ディシャンの,あの作品というか。 結局これはもう一応あのインディペンデントの独立展で一応出されたんですけどほとんど注目されなかったわけですが、まあ、しかしこれが出されたことは確かに、ね、でこれは1917年です。で当時はダダイズムとかねあのもちろん立体,立体派とかですねあのピカソをはじめとしてあのこういう、まあ、作品が大体 今言ったようにに基本的にですねですから芸術全体をやっぱり革命的にしようとあるいはこの社会つまり資本主義社会を破壊していこうと革命的にしようというある種の国際的な連帯があるわけですね。でそういう中でですね新しい20世紀の文化ができたわけです。で一つはあの まあご存知と思うんですけどピカソのね「アビニオンの娘たち」というのが1907年ですけれどもこれがまあ一応現代美術の最初の作品だと言われているわけですがそれは何何を表表ししてていいいるかというとうに、ね、も表してないんですそれはどういうことかというと結局アビニオンの女たちっていう題名でですねただ女性がいるだけであってそこに黒人がいたりあのまあ アラブ人がいたりというか、まあ要するに女性がいるだけで、何の意味もないっていうところから現代美術が始まったんですね。これがあの重要なことであって、あの。これまでですね。あのビースというものは結局古典的な。あの、まあ、まさにですね。あのギリシャ文、ギリシャローマ文化や、あるいはキリスト教文化を。そういうものをこう表すものだった。西洋ではね。 日本ではです、ね、山水画とか北斎にしてもやはり日本の伝統的な風景画あるいはそういうですねあの伝統と文化の中で芸術が生まれるんだということで来たわけですところが戦後はですねそれを全部叩きちゃおうとこういう革命路線が文化に現れたんですね。でこの先駆けがピカソでありですねピカソは共産党員なんですね。で このマルセル・ジュシャンをはじめダダイストは大体そういう共産主義者が、まあ、あのいるわけだねでねそういうことで何をやり始めていったかというと文化を革命を起こ,し起こそうとで文化によってです、ね、権威批判権力批判をやろうということになってそこにはですね資本主義を倒せとかあるいはその具体的なですね何々の思想あの例えばキリスト教をあの 倒すとは言いませんけどキリスト教を否定するとか、ね、そういうことじゃなくて文化全体をこう権威と権力ということでまとめてそれを批判しろということになったでこれがなぜこれは作品かっていうとですねそれからもうある意味で天才がですね一回限り書くという「まあ、モナ・リザを」を次にお見せしますけれどもそれがですね そういうふうにしてそして絵で描く手でですね技術を使って描くとそこ、それがアートなんですねでそういうものを全否定したんですこれがだからただそこらに置いてあるですね便器を持ってきてそれも何の有用でもない使えないわけですよねそれで必ずしも汚いわけじゃないわけでただ真っ白に洗ってありますからで、これをですね持ってきてで 誰がいいたかというとここにある 10mRR これはですねもうこれはですね実際の作品はないもうなくなっちゃって写真だけが残ったんでこれが作られたんでつまりそういうものはですね作品だっていうことでバンと置いてですねで権威その作品そのものが権威であるというようなことを全部否定したわけです,ですからここには何の意味もないの。 意味もないっていうところが新しい芸術だったんです。それが20世紀の芸術だったんですね。で、そういう問題から始まってますからね。今回の。トレーナーるなっていうのは、やはり二流三流の絵描きがですね。これを真似してるだけのことなんですよ。まあ、これを真似もできないんですね。これだけ徹底すればですね。これ以上いかないんですよ。ですから、このマルセルディシャンに以降はどうやって絵を描くかっていう問題があって。 で凡庸の画家はもう今までのやったものをまた使ったりしてですねで、後でご覧に入れますけれどもあのコラージュなんてこのあとですねピカソのあとコラージュの手法なんていうのはもう先ほどのですねちょっと後の、ね、あのね、えー、天皇の,あの作品のところちょっとパッと出してくれるこれでしょうこういう作品をまあ出してきてるわけね。 でこういうコラージュの手法っていうのはもうすでにもうエルンストなんかやっている確立性かもう古い手法なんです。だけどこれがあたかも新しい手法のようにまあまあそう思ってはないでしょうけれどもこういうものを出してくるわけですね。でこれもですねマルシェージャンの1919 19年の作品なんです。でこれはですねレオナルド・ダ・ヴィンライシャージンにひ,ひげをつけただけなんです。これがですねこの二点が 20世紀の最大の作品つまりマルセイジ・ジュシャンの最高の作品になってるんですこの世界が文化なんですよ彼らにとってだからさ川村首相の文化はやはりこの常識とですね一般社会の,この見方なんですねだからこれ見たら、ね、何やってんだと「モナ・に髭をつけた時は何の絵なんだってみんな 岡村さんだって思いいに違わな,い違わないで皆さんもねそう思われるでしょう。これがししかしマルセシャンの代表作なんです。つまりこの世界が完全に一般社会と乖離していることをね彼らは分からないのが一般社会の人たちだとやるわけですよね。ですから文化っていうものは俺たちだけ知ってるっていう格好にするわけです。 ところがその私は内容まで知ってますからね内容を見たらこんなものは何の意味もないんですもう意意味味ががなないってことが彼らの意味なんですね、あの意義なんで。ですからこういう嘘の文化を20世紀はばらまいたわけですよ最悪は。最悪っていうのは、まあ、あのピカソが共産党員だっていうことじゃなくて否定するっていうことがフランクフルト科学化かっていうかねあの これ、まあ、重要なことなんですけれども戦後ですねあのこういうフランクフルト学科っていうのがあの文化を主導権を学問も主導権を握ったカルチャル・スタディーズとか今のフェミニズムとかですねジェンダー・フリーとか今大学で流行っている学問全部こい,つこいつらと同じ文化の思想を持っている連中なんですね。 でこれはまあよく知っているの、まあ学会でもですねあのそういう実質的なことをしないでカルチャースタジオというのはただこう何ができたか何が作られたかを批判的に述べるっていうだけのことをやっているからもう今は学問の力も芸術の力も本当にあの衰退しているのね。でもそれはもう平気なんです彼らはそういうことが実践だと思っているわけです。ですから妙な錯覚した世界が それが文化であるわけですね。だから閑散中のようなですね。社会学者が夏目漱石を論んだり、nhk の美術番組に出てきたりするんで、どういうことか、こういう人たちが政治的なこの左翼がですね。文化を握っているつもりになってるんですよ。で、岩波文庫の岩波書店なんかもこういう人たちに書かせるわけですよ。で、こういう時に書かれてる中で、美術か芸術家と思われる人はほとんどいないんですね。 で今度のなんとかっていうその責任者もですね何者か分からないの。絵描きでもないしですねただこう朝日新聞に書いてるだけの人なんですねまあ、まあ、もっと書いてるかもしれませんけれども私はあんまり関心持ってないので読んでないだけですけれどもしかしこれはですねこういう作品でも何て言ってるかというと l h、T 「王宮」という名前でこれが出てきたんで、ね、彼女の尻は熱いと偉そうくるってこういうくだらないことを書いてね彼女は性的に興奮しているなんてこういうですね完全にそのこのラナルド・ヴィンチっていうのは、まあ、どう見てもあの我々はですねあの、まあ、ルーブルの一番あの奥の院にあってですねこの 世界の最大の最高の傑作だというものをもうあっさりとっていうかひげをつけてですね否定してっていうこの軽さこのまあだからマルセージシャンっていう人はですね正直にこの後はほとんど書かなくなるんです。つまり現代美術というのはねもう書く必要がないぐらいに19世紀までに絵画彫刻発展してますからね。 ですからもう20世紀にはいくくら技術があっても書くことがないんですよ。まあ、これはあの私はまあ三島由紀夫を知ってますけど三島由紀夫も小説ではもう書くことがないということで死んでいったと私は見てるんですねつまり芸術家はもう今ほとんどやることがないんですそすると何やるかっていうと否定ばっかりするんですでこう。最大の傑作にひげをパッと入れるだけでこれで芸術家ずらすんですからね。 到底一般の方々河村さんのような一般まあ一般と言われて失礼ですけども普通の常識の方は何だと思うんですよね。何だと思うことをやってんですよ。でそれでですねそういうことを分かんないやつは文化を分からないやつだって言ってるわけで。でそれを主張することが自由文化の自由だってやるわけでね。しかし自由って言ってる以上はですねやはりあの。 他人に対して、一般の人たちに対しても、お前、自由を言うだけのお前は価値があるかと。子供がですね、もうわがまま言って、こうやって、もうあの、わがままをすることと同じじゃないかと。同じだったらおかしいわけですよね。つまり、ちゃんとそのレベルを、ちゃんとそこに価値をですね、はっきり明確にして言いなさいと。自由っていうのはね、そうじゃないと、もう子供の自由と同じですよ。ですから、そういうことがね、今。 こういうこの「左翼の連中にまかり通ってるんです」でそれでいいんだと思ってで,ですからその内容たるやこれなんですから、まあ、これはまたこれ,すこれはある意味ではね最大の実験策なんですねで,ですからこれはもう実というと便器もですねこれが何でもさっき言ったように最大の分 作品だってやっててやるわけですねこの非常識がまかり通ってるんですよですからねこういうものしか出せないならばマルセリィシャンのその後の行動のようにこんなものを作らなくても黙ってなさいとあるいは乱暴のようにですねもう死なんかやめて外交員になりなさいとそういうことが本当の芸術家のですねやるべきことなんだけれども作る。 だから才能ないやつはどんどん作るとするからですね。まあここまでは分かるわけです。じゃあその後やってください。それから次やってください。こういうまあ先ほどその燃やしてるっていうのはまあまさにこれであるわけですけれども、これをご覧になって分かるように。ですからここにですね、ビース市場には何も新しいことないんです。これ。 ですからこんなコラージュなんていうのはもう平気で50年100年前にやってる手法ですからこれ自体新しくないしで付け加えたのはこの天皇の姿だけなんですね。でこの天皇の姿をなぜこの,この人がですねやったかっていうのはこういうのを読んでもですね彼が書いたあのまあ一応読んでみ見たんですけど天皇に対して何のですねあの 判定などでも何でもないようなことも言うんです、ね。つまりどういうことかというとですね、このこういうこの礼礼しく中止事件をねこんな本にするってのはどういうことだって分かりますか。つまりスキャンダルを起こすことが彼らの目的なんですよ。ですから今みたいなあの結局川村市長のようなこう騒いでくれる方が彼らにとってはいいことなんです。つまりそれが 物議を醸していて醸すし、だから少数派が目立つためにはそういうことが一番いいんです。だから新聞ダネになるようなことを言ってくれ、そしてそれが騒いでくれるっていうこと自体がまさに成功したことなんね。だからこれこういうまあ、講演会を開くのもですね。 つまりそういう保守が騒いでくれることも彼らは望んでいることなんです、ね、ですから我々は術中にはまったんですよ術というとね。しかし問題はですねその内容ですからこういうことはね芸術作品があいつらが持ってるからでお前たちは政治的に騒ぐだけだという論法なんですね。ところがこの文化自体の惨憺たる姿っていうのがねこれが駄目なんですよこれが問題なんですよ。 つまり今の文化っていうのは全くなってないんです。でこれ本来はですねなぜかってこういう墓ばっかりしてで全く同じことを繰り返しているようなことをやってるのではですね何のクリエーションでも何でもないんです。でこういうことをねあたかもあのバンクシーって,ってです、ね、最近あのサザビーでね切れた。 画面の下を切れてずっと降りてくるそういうのもテレビでやってましたからねああいうバンクシーみたいなものがですね1億5,000万で売れたっていうことをやってるわけね全く内容がないものこれがですねそれからまあ日本では幸いあんまりないですけどストリートアートってね若者がもうやたらに壁にですね つまんないい字を書いてです、ね、でそれをこう世界中やってたわけです、まあ、特にヨーロッパアメリカね何の意味もないんですこれもですから日本は幸い全部消したからですねほとんど目立たないしこれはこれでこれでいいんですよつまり価値がないんですしかしその価値がないことをやるっていうこと自体が権威批判権威否定権力批判になってるんだと思い込んでるんですね。 ですから、ね、20世紀の本当にもう無駄な力無駄なです、ね、エネルギーがこういうところに割かれたということは本当にねこれは為政者というよりももっとですね、まあ、さっき自民党を批判してましたけれどもこの政治家がですねですから安倍首相の残念ながら基本方針には文化が一つも出てこないわけですよね。 まあ、そこに中山先生がおっしゃるけれどもあの本当にあのご尽力く下さってはいるんですけど全体には全くあのまだまだということで議員立法でね文化をこう促進する法案を作ってくださったということをね本当あの尊敬してるんですけどもやはり政治がですね全くそういう文化をいいものだそして作るっていうことが一体何なのかっていうことをね 分かってないためにこういうものがどんどん彼らによって作られているのをそのまま愛知というその為政者がそのまま文化庁がそのままですね世界日本最大のですね国内最大の芸術展で堂々と出させるって題なんですねだから文化政策っていうのは本当に知ってる人がやらないといけないんでそれも <laughs> このこういう人たちもですね 知ってる人を出せっていうようなことを書いていて、それが左翼の人がみんな知ってるはずだということで書いてるんですね。ところが、左翼の人は何言ってるかというと、全部権力、権威批判なんです。次やってください。で、一、面白いのはですね、この内容のなさ。でね、あの、今、国連にですね、実を言うと、この。 ゲルニカっていうのはこうピカソの「ゲルニカ」がですね展示されているわけでこれ,これが実を言うとまあ反戦の絵だと。でこれによって戦争反対をこうね安保理事会であのまあ宣伝すべきだというふうにしてこれを置いてるんです。だけど国連の政治家国連の人たちもこの絵をよく見てないんですよ。これはどういうことかというとですね ゲルニカこれはもうもちろんスペインあの第二次大戦の時にですねゲルニカがあの、まあ、ナチによって襲撃され、まあ、爆撃された空襲にあったということを表しているわと思って「ゲルニカ」ということをね皆さん言っているんですけどよくご覧になってくださいどここにも戦争だといいうことは分からないそれからもうせいぜい倒れている方人がいますけどこれはまあ闘牛誌 が倒れているようにも見えるわけでね。つまりピカソはまあさすがに共産党に出会ってもですね、芸術は何かを知ってたんですよ。ですからね、こういう少しでもプロパガンダをやると芸術じゃないんだということを知ってるんですよ。ですから彼はですね、あの明らかにゲルニカに死んだ人たちの戦死者っていうのがわかるようなデッサンを全部削ってんですね。 で最終的にできたのがこれなんですとこれを見るとですね地震でくあのこう叫んでるのか戦争で叫んでるのかまあもちろん戦争だというふうに思えばもちろんそう思いますけれどもねしかしこれをまた白黒ですよつまり本来はですねあのこういう戦争画っていうのは他の絵と同じですからやはり まあ、彼はあの油絵でやってますからね。そういうもので描くべきなんですが、なぜ白黒でしかなかったか。かつ,つまりね。ここにですね。彼は決して、そういう戦争反対の絵を描いたんじゃないんですよ。これはもう彼のやはり最後のこう。芸術家としてのま取り出れたんですね。政治を絵に描いちゃいけないんだと言ってるんですよ。それが芸術なんだと言ってるんですよ。 だから芸術の自立性というのは政治から離れることだ。芸術と違う世界を描くことによって精神性を保つということをね、それは芸術だったんです。だから少なくともピカソまではそれを守ってるわけですよね。だからこれは反戦の絵でも何でもないんですよ。まあ非常にこう活気のある絵ではあるけれどもね。それでですからね、これをまるで左翼がこれを持ってこれが反戦の絵だっていう見方は、 まあ、はっきり言って間違っているんですすねで次お願いしますそしてもう一つですねこの問題があるわけでねこ,こ,れのこれをですね皆さんみんなあの要するに、まあ、慰安婦ね韓国に慰安婦だと思って、まあ、これが韓国人がですね世界中にこういろんなところに作った次やってください。これはですね 決してこの慰安婦像でも何でもないんです。これはですね、二千二年の友達の誕生会に向かう途中で。在米米軍の装甲車によって引かれた即死した二人の少女少女の像だったんです。なぜこのもう一つの椅子があるのか。これ二人いたからなんですよ。二人いてですね、でこっちの作るの面倒くさなくなってやめちゃったんです。 だからだ、まあ、両方並べるとですねちょっと、うん、まあなんか意外性がないっていうかねあのことだろうと思っておそらくこれこっちを作らなかっただけのことなんね。だけどこれ,これをですね平和の少女像だとか言ってですねとんでもないですこれは反米のだったのところがいくつのないか慰安婦像になっちゃったの日本,日本の犠牲になったと称して。 だからいかかにこの詐欺があったから、ね、つまりそんなような実態なんですよ。でこれをね世界中にばらまいてあたかも日本人がですねの犠牲になった少女にしちゃったんです。で作ったやつはですね2人のまあ夫婦の反戦あの芸術家だったんで、ね、芸術家ずらしたまさに左翼ですよねで。そういうのが左翼っていうことは大事なことなんです今は。 でそういういこことでやることでるが芸術だっていうふうふになっているんですよ今ね。それだけ保守の人が理論的に弱くてそれに対して抗弁することはできなかったつまり芸術だって本来理論,理論の問題じゃないからずですね彼らはコンセプチュアルアートと表して何をやったかコンセプトっていうのは何か結局美術ではなくていいんだと。 理屈で書けるんだってやってやわけです、ね、だからこういう今私がこういうことを批判してもね一向に平気だろうと思うねというのはそんなことはどうでもいいんだと作った像さえあればいいんだとでコンセプュアつまりこいつを従軍慰安婦だと思わせればいいんだと、まあ、そういうふうに言い直るに決まってるんです。しかしですね芸術というのはそんなねいい加減のものじゃないんですよ本来は。 でそういうあのつまりそこに誠実さもあるしそこに本当に人間が精神でですね描くということが人間の普遍性に結びつくわけですね。ですからこういういい加減な今度ほとんどトリエナールに出てきた作品はここでも写真で全部見れますけれどももう全部ほとんどいい加減なものばっかしですよ。ではそれでいいんだというのが彼らのグループのあれなんですね。 ですから例えばじゃあ基準としてもし最初の弁慶のですねあのマルシュージシャンのあの徹底した否定したもの以上のものは全く戦後その以後出てないですそれ何かっていうと簡単なことやめるっていうことなんですねところが二流三流の画家はもう描きたくしょうないもんですから何でも描けばいいと思って。 でも本来はですね本当の芸術家だったらもうマルセルセいいですね。でもそれができないもんだから二流三流の人たちが一生懸命やってるもんですからねですから共感も何もわからないんですよ。で、まあ、なんかねたくさん来たように言ってますけどねもう見るに絶えないものなんです実を言うとね横浜トリエンなんて言うと何かゴミをですね ゴミをたただだ置いただけなんです。それから物歯って何でしょう物歯って物を置いただけなんですそれで芸術だって言ってるわけでねまあ多少細工しては置いてますけどねつまりそのくらいに徹底して今破壊されたんです。だから彼らは革命をやる限りやる代わりに芸術を使って徹底的に破壊したわけだね。ねそれを見せてお前芸術だ芸術だと言ってるんですよ そうすると一般の方は何だかかわわけんわまああんな偉い先生が言うんだからあの立派なことだろうと思って黙認してるだけのことしかし私なんかはよくわかるんですよこんなものくだらないということはねちょっとやってださいまあその馬の図でもやってくださいまあこれがねあの、まあ、大体似てるでしょう。 もう髪の毛は、ね、だからこんなものはいい従軍やアフの若い時 <laughs> のはずがないんですよだからこれだけ不誠実なんですねだからこれを見て感動するなんていうのはよほどの韓国人しかいないなですよこんなもん日本にないっていうことは初めて名古屋でやってたってうんですからねまあ名古屋も本当に <laughs> 本当に屈辱の町になったっていう感じはしますけどねそういうことで。 あれを認めたということになるとですねだからこの人はシムミソンさんなんですこれは1500でも何でもないんですだけどそれを言い込めたんです世界中にですねだからアメリカのもうあのそれは立てた人たちをみんな信じ込んでいるわけしかしこういうバレバレのですねこれはまあインターネットでもバレバレになってますからねもうわかるんですよ でこういうことがもうほとんど審査すればもうあのこの作品は世界中になっていることはもうみんな嘘で固めたものがなぜウェグネーブの創行者の審査チーミンソンさんって書かないんですかなぜ平和の症状なんて何の平和の症状なんて戦争で犠牲になった人じゃないですか平和の症状じゃないですよだからそういうことをね騙す人たちなんですこういう人たちは。 それで平気なんです。それで文化をやっているつもりになってるんですよね。まあだからまああのまああのちょっとじゃもう少しあの戻して馬をやってください。で、まあ実を言うとですね先ほどあのご紹介があったんですけどこれはこの像はですねまあそういう動きに対して。 観光の姿勢を持った作品なんまあ作品皆さんまあご覧になってですね何でこんな大きな像があるんだと思いなってあんまり名古屋の方はあんまり関心持たないんですけれども実を言うとこれはですね少なくともそういう動きに対して結局このレオナルド・ダ・ヴィンチがですねデッサンだけ残して結局実現しなかった像をですね FRP っていう新しい素材でもってこの30年前に芸大の麻生先生をはじめとした彫刻家と一緒に作ったのがこの像なんです。これはもう決して作品なんて言いませんよこれはもう研究の成果であってですねしかしこういうふうに現代のような文化が貧困になった時代はただ実用性だけだ合理性だけの建築しかない。 <laughs> 結局今のクリエーションっていったら建築だけですよ建築にはお金が出しますからねみんな。だけどもあれも本当の芸術じゃないんですよやっぱり個人というものがきちっと出てくるやはり絵画とか彫刻が本当の芸術であって、ね、だからそれがもう廃れたんだということで今のような状態になってますけれどもいずれにしてもですねそういう個人のこう精神が現れないと。 やっぱり芸術じじゃゃないいんで、じゃあ芸術っていうのは,別に慌てて作るは必要もないんですね。ですからいずれ何かが出てくるっていうことで待つ以外ないしですねで今何をやるべきかっていうとですね今盛んに世界文化遺産があるわけそれから皆さんも展覧会に行くとやはり古いもの例えばレオナルドの「モナ・リザ」展はですね150万円いくわけですたった。 1> 1ヶ月半ででですすね、そういうい時代なんですよで。世界文化遺産のために世界旅行をされるわけですね。でそういうことで過去と一緒に過去をですねもう一度見直すという時代になってるんです今。ですから私は名古屋城がですね、ああいう木造されるっていうことは大変いいことだと思うんですね。つまりあれこそ元の姿に戻そうということで。 あんなものを鉄筋コンクリートみたいに作るとですねもういつもう現代建築と同じような感じになってくるわけですね。やはり日本は法隆寺をはじめですね古いものがちゃんと残ってる奈良もそうですねから名古屋もあるいは日本中そういう文化財があるわけですね。ですですからそれをですねやめろって言った戦後の左翼が今はもうほとんど 彼らの作った文化は一切ダメなんですとうと社会主義文化つまりソ連で何が文化が生まれましたか中国で何の文化が生まれてますかもう何にもないんですよ。ですからそういう社会主義ではね文化が生まれないんだあんな共生社会ではねだからそういうことをちゃんと認識しないといけないんですよね。ですから我々が自由なんですからね。 古いものをもう一度見直していくということをまあ、日本人は自然にやってるんです。それはですから、それをですね。もっとこうでこの場合はですね。ソウルサス騎馬像は決して、あの彼らが作ったもののイミ,イミテーションではないんです。これは彼が失敗したもんですから、彼が作りたいと思っていたデッサンを。どれがこの像に当てはまるかを3つぐらいのね。候補があったんですが、それを。 まあ、あの芸大の方と、まあ、一緒になってですねあの作り上げたのはこれなんですね。で今年はあの50周年いや没後500周年でですねみんなあの学会を時空とここで開いたんですところが中か方はねやっぱり宣伝が聞いてないのか、まあ、関心がないのかあまり来てくださらなかったわけですけれどもこれからぜひですねこういうこう 過去の人たちが作れなかったけれども過去の文化を今再生することコピーすることは非常にねあの技術が進んでますから古いなくなったものこういう存在しなかったものをもう一度復元するっていうことが私はもうやるべきことだろうと思って,思ってるわけでね、まあ、いずれにしてもですねあの今は世界文化遺産で世界の人が動いてるわけですからそういう事態をですねあのもう一 考えて別に新しい現代絵画がアートだけじゃないんですよアートは。あんなものはもうほとんどあの自分たちでも思ってるんですから大したもんじゃないということは。ですからやはりですねそういうものを見る必要はないわけでこれからはですね是非こういう文化伝統の上に立った クリエーションを見てていいいたただきたいという,ふうに思っているわけですまあ,あのそれほどあの時間がないと思うんであのこれで終わりしますけれどもやはりあの名古屋っていうのはですねそれだけ国内最大の芸術展を作るそれだけの文化都市ですからねでこのこの像をちゃんとここで保存してくださっているのもこれもまさに文化都市であってそれを まあここは市のまあものですからこれ僕はたった3 0三十万円であの市に渡したんです権利を、ね、だからそれはも,うもちろん公共のものになるっていうんで嬉しくてですねまあそうしたんですけどもやはりそういうぐらいに公共のものはですねやっぱりまあ公共のものとして考えるっていうこと。 それが大事なことだろうと思うのでぜひこの像を大事にしていただきたいと思いまます。まあこれで一応終わりにしますどうもありがとうございました、はい、田中先生ありがとうございました、えー、この現代芸術の死を政治がいかにもたらしてきたかその結果いかに文化をが荒廃させてきたか そこからどのようにして回復していくべきかということを深いところからお話しいただいたかと思います。田中先生にもう一度発言お願いします。<手>はい、えっとそれでは続きまして私の方から。 日本国史学会声明の経緯と解説ということで、手短にお話をさせていただきたいと思います。この問題に強い関心を持った理由は、私は弁護士になったのはそもそも人権問題をやりたかったんで、日弁連の人権擁護委員会というところでもうかれこれ17年間、委員をやっております。そういうい観点から 考えても、いかに今回のものは間違っているのか、表現の自由というふうに彼らが言っているのは間違っているというふうに私としては言わなければいけないということを思ったのがもう一つの理由です。 でまあ、そういったことから、田中先生とご相談をしまして、日本国史学会の声明というのをお手元にお配りしているかと思いますが、これを今年の9月14日に 田中先生がこの国士学会の毎月行っている連続講演会で読み上げて公表していただいた、こういうものです。そのままこの中身の説明、経緯と説明に入らせていただきますけれども、この9月14日にこの読み上げていただいたものは、 あまあ、いわば簡訳版でございまして、今回お配りしたものは、フルテキスト版の英訳付きのものをお配りしております。簡訳版の方は関係機関にも送付をしております。 この日本国事学会のこの連続講演会読み上げたのは第69回のものですけれども YouTube であの6万8千回以上の視聴のがありましてえまああの番組自体非常にあの地味な。 田中先生が淡々とお話しされる番組でそんなに爆発的な回数が出ているというものではないんですけれどもその中でこれだけの関心が持たれたということで大きな関心を集めたんだなというふうに思っておりますところでその後ご存知のようにこのトリエンナーレに関していろいろな動きがありました。 まず9月25日に愛知県の検証委員会による中間報告が出され10月8日にはこの表現の不自由展が再開されるという動きがありましたそして最初に申し上げたように先週 愛知県の検証委員会の最終報告、それから名古屋市の検証委員会の立ち上げというように、まだ現在進行で大きな動きが進行しているところでありますが、そういった動きを踏まえても、今回、この9月14日に出した声明は、問題の本質は網羅しているのではないかとい、このように持っているところです。 この作成、どのような形で経緯で作成したかということを、この声明の頭書きのところに簡単に書いております。もう少し具体的なお話をさせていただくと、 7月31日にオープニングセレモニーというのがございましてその状況の報道の直後から抗議電話が殺到したという話がありましたそれを受けて8月3日に表現の不自由点が中止されるという経過があって私は非常にあの違和感を抱いたのはその直後に 相次いで,です、ね、この、えー、法律関係者から幾嚇の声明がなされた、例えば8月9日には、自由、平和、民主主義を愛し、戦争法制に反対する名古屋大学人の会というところが声明を出す、8月11日には憲法研究者有志という人たちが、同じ日に愛知大学関係者有志という人たちも出している。 これはほとんど幾度音のも内容のものでして大きな問題点は私2つあると思った1つはこの8月3日に中止されたその経緯が正しく把握されていないというのが声明の文面から分かるんですねなぜそういうものを出さなきゃいけないのかでもう1つは えー、その声明で問題にしているのは先ほど田中先生がお話になったような作品の質ではなくて表現の自由というものを問題にしている芸術であるにもかかわらず表現の自由を問題にするというのは一体どういうことなのか私は非常に奇妙な思いを抱くその反面として問題となっている作品の質が非常に低い。 でこれは一体何が起こっているんだろうかということで、えーまあ、あの何か言わなきゃいけない、えー、という思いで田中先生と相談させていただいてこの声明をまとめたという経緯でございます中身について簡単に説明していきます時間の関係であの早口になってしまうかもしれませんけれどもご容赦くださいまず項目の1番 2ページ目でございますけれども、ここで述べているのは、要するに今回の問題の本質は、芸術の政治利用にあるというふうに考えております。これは、この表現、このトリエンナーレのホームページを見ていただいたらわかるんです。 えー、例えば芸術監督がコンセプトというものを書いておりますし表現の不自由点の実行委員会がまたそれとは別にご挨拶という文章を作っているこれいずれも見ればはっきりと政治性を前面に打ち出している政治的な意図でやっているというのはそこからはっきり分かるようになっているわけですで特に後者はあその特定の立場性を明確にその中にうたっております こういうものを状況を表して私はこの1番のところで書いた事柄特定の政治的意図を持った一部のものによって芸術が政治的に利用されたというふうに考えられるだろうそのことによって非常にこの文化もそれから表現の自由という概念も既存されているんじゃないかというふうに考えたわけです。続いて項目の2番 ここではその今申し上げた芸術の政治利用とはどういうことかということを具体的に述べております。これは一言で言うと問題となった作品の質の低さそれに反面する政治そこに載せられた政治的メッセージの強烈さで一言で言えばこれは政治的なプロパガンダに過ぎないものであろうというふうに思われるわけです。 それをこの声明文の中でこのように書きました2行目の後半からですが「慰安婦像や天皇動画など問題とされた作品は問題の単純化攻撃性部別など強い政治的メッセージを担わされている反面その表現は隣国で大量生産された像を模し部別の心情をストレートに映像化するなど 安直凡庸であって見るべき芸術性を描くこれはこのような作品を作って満足しているということはこの主催者たちあるいは制作者たちも芸術を政治的に利用しつつ政治にのみ込まれている姿だろうというふうに私は思うわけです。 えー、政治というのはある意味で、えーまあ、そこにカール・シュミットを挙げましたけれどもあの非常に強い吸引力があるともか敵かというふうに二項対立関係を作り出す、えー、そのことはある意味で人間の差がでもありまして、えー、そこにこう巻き込まれていくだが芸術はそうであってはいけないのではないか、えー、この、えー、制作者たちそれから主催者たちも、えー、政治を 前面に打ち出しそれに芸術をそれに利用することによって自らもまた芸術政治に飲み込まれた姿を示しているそのことは結局芸術を掲げながら芸術を貶としめているこういう行為であろうと私は思うわけです。続いて項目の3番 で本この今回の,このイベントでは表現の自由というのが問題となっております。そこで表現の自由と芸術との関係について書いたのが項目の3番です。まず大きく2つのポイントがあります。第一点として芸術の表現者 が追求すべき価値は表現の自由ではなく表現の質そのものであるはずだ。では表現の自由とは何かこれは実は表現の自由という言葉の多義性を利用した意図的な混同がここで行われているのではないかというふうに思っております。つまり、えー、一般用語 で言われるところの、えー、表現の自由あるいは自由な表現。 という言葉、まあ、これは日本語の自由っていうのは自由という言葉自体がいろいろ多義的な言葉でありますけれども表現の自由という言葉を聞くと例えば闊達な表現であるとか融通無限な表現であるとかっていったような積極的な意味合いを感じさせるつまり優れた表現を連想させる言葉であろうというふうに考えられる。ところが 法律用語の表現の自由というのはそういうものではありません、ありませんというとあの、またそうであってはいけないという思いも私にはあるんですけれども、これどういうことかというと、一言で言うと、公権力は表現の内容に介入しないということを意味する。えー この専門用語で言うと、公権力の価値中立性という言い方をしますけれども、それが法律用語としての表現の自由の本質であります。ここれはどういうことかといういいととと、か 表現行為に対して公権力がその内容に踏み込んだこの介入をすべきでないという形でこの国民の,この表現を守っていこうという基本的な考え方つまり表現の質そのものではなくて表現の質を作り出すための器であるとか外のから外角であるとかこういった機能を持っている。 で逆に言うとこの表現の自由という概念では切烈な表現は排除しない表現の質とは位相が異なる問題であるこういうこれが法律用語としての表現の自由でそして今回のこのトリエンナーレの問題はそういった 表現の自由という言葉の多義性を利用してこの、さらに先ほど田中先生のお話にあったような、現代芸術の衰退の中に入り込んできた政治性、それがこの芸術の名前を利用した、芸術の名を利用した恣意的な政治活動を可能にしている姿だろう。 私はこういういうに思ったわけですそのことをこの声明文ではこのように書きました下から5行目辺りからあのところですが展示会の作品は政治的アピールの実質しか有しないものに芸術の名を冠し積極的な自由な表現を連想させる表現の自由という概念を用いその価値中立性を利用して芸術としての表現の質から 価値内容を問わない外閣へ逃避しつつ特定の政治的アピールを流布することを意図しているここでも芸術と法律概念としての表現の自由が政治的に利用されておりそれは同時に両者を同時に貶める行為にほかならないこのように考えられるわけです4番目、えー、次に貢献しつつ の問題ですこれは先ほど河、えー、村市長も、えー、非常に強調しておられたところですけれども、えー、このことをもう少し、えー、理論的に申し上げます。公金支出がなされるということはあこの問題はすでに表現の自由の問題ではなく表現行為に対する公の介入の問題なんだということなんです。 どういうことかと申しますと公金、えーえー、支出というのはあ一定の表現を公権力が選別し奨励するという意味を持っている。奨励すす。るも介入の一種です えー、これは例えば、よく問題になるのは、政教分離で問題になる、政教分離で、えー、例えば神社の玉串料の奉納を、えー、公金でやると、これは政教分離違反だ、これはなぜか、えー、玉串料を奉納して、公が、えーこのえー、この奨励している、奨励することも公権力による介入である、したがって、えー、これはあの憲法違反だという主張がなされるわけです。 したがって、この問題、公金支出がなされる問題について、表現の自由を問題にするのはそもそもおかしい、これはじゃあ、どういう問題かというと、えー、公金を支出する以上はあ、民主主義的コントロール、財政民主主義の観点からの民主主義的コントロールが不可避の問題だということなわけです。 したがって、えー、そのどういう証言を奨励するか、えー、ということについても、えー、そのような民主主義的な観点、つまり、えー、国民の多数の意思に反したり、多数の人の心情を害したりするような表現への公金支出は、これは決して正当化されない、こういうふうに考えることができるだろう。 でこのことをこの声明の中でこの言いますと下から4行目真ん中のところから攻撃性、憎悪、無別といった低質な政治的メッセージを担い見るべき芸術性を書いたそれらの作品を公金を投じて奨励することは決して正当化されないこのように考えられるということです。で5項目目。 この問題を巡っては、大きな騒動がありました、抗議電話や脅迫の電話が殺到したというようなことがありました私はこの問題について、それは何だったのかということをもう少し検証していかなければいけない。 という,ふうに考えておりますつまりこの騒動そのものが意図的に仕組まれたものではなかったかということを正当に疑いを持たせる事情がいくつも見られるまずそもそも強い非常に強い政治的意図を持っている行われている。 そして経過先ほどのこの声明いくつかも出された声明の経過の不自然性あるいはこの問題となった像をスペインの実業家が購入するといったこの経済的な利用商業的な利用がなされていることから。 それからこの騒動の中でこの芸術監督という方がこの騒動脅迫だとか抗議だとかが組織的に行われているという話をしております。その組織的に行われているとは何なのかどんな組織が何の目的でやっているのかということを我々は改めて検証しなければいけないのではないか。 こういうふういふに考えられるわけですでそのことを書いたのが項目の5番そして最後にじゃあこういった、まあ、いわば三端たるこの結果に終わったこのイベントからどのようにして我々はこの状況を問題解決の道をつけるべきなのかということを2点書いております。 一つは芸術とは何かということの本質に立ち戻った議論をやはりする必要があるのではないかそれをこのように書きました下からこの何枚目かすみません下から項目5番のすぐ次のところですけれども。 二項対立や憎悪といった人間の差がともいえる政治の兵を包摂しつつ工事の普遍的価値を目指すものでなければならないそのような議論を我々はする必要があるのではないかそして今述べてきたようなこの問題がいろいろはらんでいる多くの問題については これからまだまだ検証しなければいけない事柄が残されている、多く残されているだろうその検証をぜひ名古屋市の検証委員会に期待したい、このように思います。ずいぶん早口になってしまいましたが、私の説明は以上とさせていただきます。ありりがとうございました、えー、やっぱり一つはあの 文化芸術の問題一つは政治的な問題で、ね、あの結局これが実を言うとその戦後がですねこの文化を政治的に使うということが保守には見れなあの分からなかったためにですねであらゆるところに文化にあの左翼が顔,顔を出すとそこに発言力を持つようになってしまった。 それはもう文化というのはもともと保守なものですから伝統と文化に基づくわけですからそれ自体が保守であるはずなすね。ですけれどもそれをこうそ結局自然にですねそういうものであるということをまあ保守側を思ってしまったあるいはそういうふうに思わされあのまあ伝統的にそういう感情を日本人は持ってますからね。ですから やはりそういうことがですね、これほどその我々と乖離した動きで文化が論じられてるっていうことがなかなか気がつかなかったんね。ですからそれをですね、今やっと気がつくいい機会になったと思うんです。で、実際とこういうスキャンダルを起こすことが彼らのやり方なんですね。で、こうそしてさらにああいうこう政府が悪い。 あの行政が悪いあるいはまあ保守が悪いなんかこう文化を知らないっていうことでですね攻撃してまあそれでぬくぬくとするまあぬくぬくはしてませんけれどもそれほどですねやっぱりそういうものを文化を利用して保守の弱点をですね利用しているわけこれはもう我々は自然にそういうものが掲載されるんだということしかなかったわけですね。 それがあのやっぱりこれだけ権力批判権威批判なんていうようなことをこうまあこれはまあその一つの理論があるわけです。つまりアウシュビッツの後ですね詩を書くのは野蛮だって言ったんですこれはもうだから戦後はですね詩を書けなくなっちゃったでそういう,こう宣伝をやったのがフランク・フルト学派でこれが世界に大体た アメリカのハーバード大学もコロンビア大学もですね全部こういう連中が牛耳ったわけですねで歴史を全部左翼化したで階級闘争主観的なものがいいんだという見方で見,見,見始めたそして自分たちが合わないものは全部無視するというようなそういう狭い見方でね始まったわけです。 で今やはりこういう機会をもとにして今もう一度ですねそれに我々が反撃していくというねことが必要だろうと思うんですで最初あのまあ私とまああのあれはまあお話したんでまず中山先生から何かあの全体のこうご意見というか感想を10分ぐいいただきますかあの愛知トリエンナーレ自体を私自身今回全く あの見ておりませんのでその辺りちょっと今日は参加していいのだろうかなどと思いましたんですけれどもいろんな報道などからの,あの愛知トリエンナーレで起こっている事柄を見ましてある意味では本当に残念な思いでおります。と言いますのは私自身 あの今回昨年の夏にですね、えー、日本の中で国際的な文化の祭典を、えー、開いていきたい日本,とし日本であればそういった祭典を、えー、今後50年100年継続して安定的な形で 国際的な芸術祭を日本で開催できるのでではないだろうかできるという思いと期待を込めてですね2018年昨年の夏に国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律というものをあの自分でやったわけではありませんがこれが参議院衆議院を通って。 法,制法律が出来上がり成立し公布されましたそして今年の3月の29日にこの法律に基づきまして各地域で行われております国際的な文化交流の祭典に対して支援をしていきましょう。もう一つは今まだ世界的に 権威のある祭典芸術の祭典は日本には残念ながらありませんけれどもいくつかのその祭典をもっともっとこうプレスどう言ったらいいんでしょうね大規模なものとして世界中の人々が集まってくるようなそういった文化の祭典を日本の中で 大規模祭典と呼んでおりますがこれを日本の中で開催できるのではないかそういったことを目,的目標としていろんな方々の理解を得ながら全国各地でっていうわけにはいかないでしょうけれども主だったところで現代アート音楽 演劇いろんな分野のそういった国際的な協議会共演会を開くというこの基本計画の閣議決定がこういった動きの中でそのアートの祭典として今横浜トリエンナーレトリエンナーレというのは3年に1回という意味ですがそれから瀬戸内芸術祭 そして、えー、越後つまりの芸術祭でこの「愛知トリエンナーレ」というようなものが非常に期待された形でその国際的な芸術祭に発展していけるのではないかという思いでおりましたもんですから今回のこの「愛、え、知、ー、トリエンナーレ」が 政治的に先ほども詳しくお話がありましたけれどもまさに芸術が芸術祭が政治的な一部の人々によって利用されてしまったこれでこの形が今回あってじゃあこのあと国際的な世界の人々が集まってくるような。 質の高い芸術祭として愛知トリエンナーレが伸びていけるんだろうかまずそのことを非常に心配しながらおりましてある意味ではこんなに残念なことはないという思いがありますその世界の芸術祭っていうのがどんなものかっていうことはですね まずはやはやり質の高さ先ほどもお話がありましたけれども「質とは何か」というあの議論があろうかと思いますがこれはやはりその真剣さですとかですね先ほどもお話がありました宇宙の真理を考えているのか人の心の真剣さがその作品にあるのかその採点にあるのかそして やはりその人の誠がそこにあるのかそういったことも含めて非常に質の高い芸術祭だねと世界の人々が思ってくれるかどうかそういうものに耐えられるようなその質の高さでもちろんこれの最も中核になるのは優れた芸術監督。 そういうい世界中の芸術家たちまたは思想家たちに対してきちんと対応できるそういう優れた人物が芸術監督でないといけないいいとけ今回はこれが極めてある意味ではずさんな形で選ばれたのかな誰が選んだのだろうそういう思いもありますがその。 普通の国際点と言われているものの最も肝心な部分っていうのがこの,質の高さですでそのためには優れたこれは日本だけではなくていいわけで世界中を探した形で優れた芸術監督あの田中先生がおっしゃっているなんか左翼がかったものとかその戦後日本に入ってきたその左翼系の 日響を中心とするあの動きとかそんなものにとらわれないような非常に優れた芸術監督を起用するようなそういう国際点であってほしいと考えていますもちろん国際性があることとか安定的に運営される継続性があるとかいろいろあります例えばですね 国際的な芸術フェスティバルっ,て言った場合先ほど田中先生とお話ししていていやもう今の国際芸術祭っていうのも随分質が落ちてますよって先生おっしゃってましたので、えー、ちょっとその辺りはあの頭に入れた上で聞いて頂いければと思いますけれどもその国際的な芸術フェスティバル 何を思い浮かかべられますでしょうかね例えば音楽祭でいえばザルツブルグの音楽祭とかそれからショパンコンクールとかランパルのフルートのコンクールとかそれぞれの音楽の分野によってあちらこちらでそういった国際的な競技会が開かれています。残念ながら日本の中に 世界の人々が「あの音楽祭に参加しなきゃね」と言って思いをはせるようなそういう音楽コンクールとか音楽祭は日本には残念ながらありません。また美術で言えばヴェネチア・ビエンナーレこれは1895年今からもう120年以上前に始まった「 芸術祭です現代アートのこれはどちらかというと国ごとで、ね、館をベネチアの島の中に国がそれぞれの館を持って競技会を開くという「ヴェネチアビエンナれレ」で120年以上申し上げました1895年その1年後に今のスポーツの祭典 オリンピックが開かれるんです。スポーツの祭典が開かれる前に、アートの現代アートの競技会を開こうということで始まったと聞いています。で、これが、えー、世界各国から集まって競技会を、アートの競技会を開いている。あの現代アートでは廃れていると先生はおっしゃるんですが、それでもなお、その。 世界の中で一番権威のある現代アートの展示会だと言っていいと考えています残念ながらこういったアートの国際性を持った競技会も日本にはありません映画で言えばすぐ思い出されるのはきっとカンヌ映画祭 だろうと思いますカンヌ映画祭とかベルリン映画祭というものがありますこれは世界中の映画関係者がそこに集まってそこで賞を取りたいそういう思いのある映画祭です日本には東京映画祭が少し頑張っていますけれどもとても世界の映画祭の中で3本の指に入るようなものはこれも残念ながらありません。 それから、えー、演劇といえばアビニオンの演劇祭毎年7月に開かれていますここで最近日本の演劇があのローマ教皇庁の前で演劇をあの発表する機会が与えられたというようなことであの関心のおありの方は「最近日本の演劇も頑張ってるね」という感じになっているかと思いますが。 日本でこそヨーロッパのアビニオン日本のどこかでそのアジアを中心にしてもいいですヨーロッパまで入れて世界の演劇祭というものがあったらいいなできるはずだなというふうに思ってこれまで日本で国際的な文化フェスティバルを開いていきましょうというこの仕事を。 あの国会の中でいろんな方に語りかけてやっと法律が通って、えー、基本計画まで成り立ったただ民間の中にはまだまだそういう動きがありませんでこういったことはまさにその政治とか行政がはそのサポートする、えー、大体のところがですね3分の1がその 三、えー、分の一があの費用のですね3分の1をそれを開く地方公共団体そして3分の1を、えー、チケットですとか広告代とかそういうもので行っているというのがこのヨーロッパで開かれている芸術祭の,あの大体のありようです。でこれはあの今 おお知らせしてすすぐお分かりいいただけると思いますがほとんどがヨーロッパヨーロッパを一括りとすると演劇も美術も音楽もヨーロッパの中でそういった演劇祭が開かれていてそこに世界中の人が集まっているという状態だということが言えようかと思います。でそれれを日本であれば これだけ豊かな文化のある国ですので日本であればヨーロッパ目線ではない形の新たな芸術的なそういう協議会とか祭典を開けるのではないかと期待して今活動をつ細々ですけれども続けているところです時間ちょっとオーバーしましたでしょうかご,ごめんなさいそんなこともあって愛知トリエンナーレが待っ 全くつまらない形で政治利用されたことが本当に悔しいというか残念な思いでいるものでございます。失礼します。芸術というものも含めて文化歴史これ全体がですねまあ芸術論でいうとプロリタリア芸術論もう以前もう何十年前はこれ流行ったんですけど。 あのマルク主義者たちは株構造つまり経済構造経済関係が人の意識まで決定すると上部構造、まあ、土台とも言うんですけどもこういうものそれからもう一つスターリンや毛沢東全部そうなんですけれども芸術や文化こういうものはいわゆる政治に従属するつまり、まあ、人民のために奉仕するのが 芸術である人民のためっていうのは嘘ですからあの現実には自分たちの政治体制や政治システムこういうものに奉仕するつまりプロパガンダのために利用されるこれがでは実はこの今回の愛知トリエンナーレもそうなんですけどここまで来てるのかというような状態ですねそれが感じましたところでその今言ったその芸術や学問 こういうもの自体が今、えーまあ、GHQ の紛、まあ、書7000数百冊のこれ、西尾幹事、えー、先生がこれ11冊ぐらい本にしましたけど、こ,のこれを見ても分かるようにです、ね、今、えー、実は、えー、国公立の大学のほとんど全部が、そこの GHQ の紛書を選んだ東大の教授のたち、数十人いるんですけど、あのー この人たちの弟子さんお弟子さんたちが全部そこになってるで別にもう試験回復してからもうぶん経つんですけどあのこういう状態で私たちの国の教育もそういう思いをしている人たちつまり芸術や学問というのが政治というかそういうイデオロギーやそういう思想の下にある。 学問も芸術もそういう形ので考えられているそういうふうに思っている人たちがいろんなところのメディアとかに出てきていわゆる左翼的なというようなそういう発言をして、まあ、反日とかいう形でやってる恐るべき状態でそれが今までは私が1850、まあ、年ぐらい前の,あの18で東京に出てきた学生の頃はまだね右翼大学っていうのがあったんですよ変な言い方だけど。 大東文化大学国士舘大学拓、ね、殖大学アジア大学みんな学生服着てたで私も早稲田入った時枯れて入りましたからみんな学生服みたいなねそういう状態の時代がまだあった今の,その国士舘や大東名前だって国士舘ですからねそういう大学がみんなもっと言えば、えー、あの伊勢にあるね工学館大学も。 これあるいは、えー、国学院大学もみんな左翼大学になっちゃったいやその松浦さんというねあの工学館の新田さんとかこの2人を除けばほとんど左翼教授になっちゃった工学館がですよで国士館とかそういうのはもともとそういう大学だったけどもそういう状態で私立大学まで全部まことにあの左翼はそういう意味で あの見事にシステムを作り上げたそれが今この間の民主党政権の誕生を生んだわけですでまた今度また繰り返されようとしてますけどねそれでもう一つ言うとこの中で日本というものの伝統とか文化っていうのが言葉だけになってしまっただって我々はよく分かるように縄文のあの土器とか そういういものを見てですこんな素晴らしいものが一万数千年前からずっと今日至るまで日本の文化というのは伝統や芸術学問「源氏物語」から「万葉集」からもう世界が本当によだれ垂らして流すほどものすごい素敵な芸術や文化を持ってきたで一万年も縄文時代一万数千年 続いているわけです縄文時代はこんな平和な文明をやったのはインダスでもあのメソポタミアでもエジプトでもコーガでもないわけです数千年六千年ぐらいで長くて終わってるこういうものすごい文化を持ってきて私たちが私たちのつい先祖は守ってきたわけですこれが今あの愛知トリエンネアレを見るとすさまじくこの俗物どもが 芸術も文化もわからん連中が政治をやってて政治の粉をまぶしてというよりむしろそういう政治の本質になんか芸術っぽいふりかけでもまぶしたような程度の,あのカスみたいなものがぞろぞろ流してあの芸術祭と言ってるともうこれはね本当にあによくニーチェというのは「俗物」って言い方したんよ,よくドイツ文学なんか「俗物」という言い方出てくるんですね。 本当に俗物どももっと言えば「オルテガイ・ガセット」という、まあ、よく西部進さんが引用している大衆の反逆つまり別にこれはあの一般のただ生活が普通の人とじゃなくて精神的にバカなくせに自分が自信持ってるこういうものがまあ簡単に言うとですけどもこういう社会が今もう完全に行き渡ってるそして唯一今残っている のが我々のの誇りとしてこれは、まあ、あの文化の象徴としての皇室っていう言い方ありますけれどもそこ,のそこの皇室皆さん何だと思いますか西欧と日本私はいつも言うんですけども神道とか禅の問題で言うと時間制なんですね我々の日本人の特別なあ,のあれっていうのは一種の先祖崇拝とか簡単に言われる 過去から未来現在我々につながってこれ本当に皇室という形で126代にわたるこれは本当に芸術作品つ言ったら怒られますけれどもこんな見事な人類の中でこのような2000年以上にわたるあの伝統というかですね皇統の歴史を作ってきたのは私たちだけなんですよ。エチオピアはもう滅びましたから我々古い時代のね エチオプタ帝国っていうのは古いと言われてましたけれどもこういうことの自覚が全く日本人の中にないそれからはっきり言うとその俗物の最たるものがいわゆる津田大輔くんなんかみんなそういうものなんですけれども政治家が全部そうだまあはっきり言うと私中山恭子先生を除く数人の国会議員を除けばほとんど全然芸術とか文化は分かってない人ばっかり。 まあ、悪く言うようですけど安倍総理だってえ映画が好きだっていうけどダイ・ハードとかねあのいわゆるハリウッドアクションが好きな人なんですあのまあちょっと芸術的と言われるものはほとんど見ない方です別にそれは構わないけれども少なくとも我々の中で問題なのは知というもの知るという知とかあるいはあの見識や知識ですね こういうものの持っている大事さ、これに対する経緯がもうほと,ほとんどなくなっている。まあ、日本の学者を見れば、まあ、このここにいらっしゃる方を除けば。あの、ほん、除けばじゃないか、まあ、いろんないい人もいますけど。ほとんどろくでもない知性と。それ、その知性というのを、実はイデオロギーとかさっき言った。最高イデオロギーとか、そういう中で、もうそれしか、その路線の中で。 自分の都合のいいものだけ取り出してみんなに提供してるだけになってるだから本当にあの知的な世界あの我々が今ずっとこ今日まで来た、えー、知,に知というか、まあ、知るということあの知性というものに対する敬意が失われてるそれともっと怖いのは公演の中であの田中先生言っておられたと思いますけれども歌の問題です。 皇室は初代から今日まで全員が詩人です必ず歌,歌を呼んできたこういうもの見えないものこういうものの大事さっていうものを日本人は一番持ってきたあの戦後の星が今ダメかっていうのを一つ例挙げるとですねあのみんな今 デフレでみんなな貧乏になってるこの10年で160万円ぐらいあの平均値に下がってる GDP は全然上がらないどん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 みんな貧しくなってるでまああんまり政治のこと今日は言いたくないですけど財務省の財政均衡論世界で最低の成長率しか持たないこの20年間そうなのに何の改めようとしない政治っていうのこれ何だろう これはやっぱりね申し訳ないけど人材とか人間の質の低下日本人の民度の低下それは今言ったようなこと先祖たちが持ってきたもの守り育ってきたものに対する敬意をどんどん失って我々の国がものすごい国なんだと実は別に妙な愛国心で言ってるんじゃないですよ現実として芸術や学問特攻隊見てわかるように ノーブレスオブリージュっていうのをもも持つ庶民の段階で持つ国は我々の国しかなかったんですだからみんなアメリカやイギリスは怖がった怖がったというかあれをクレイジーというしか言えなかった実際分かってるんですよ兵隊さんの軍隊の手帳を見て死んだね全部調べるわけですそうするとちゃんと日記がきちんと書かれてるみんな文字が読める書けるそして歌まで読んでる 家族へ思いを綴ってるこんな二等兵一等兵レベルの兵隊がこれだけのものを持ってた全部ですよ90%以上ここの我々が持ってきたのは実はあの中山先生もあのハンチントンの文明の衝突ってことについてお話になってるそうですけれども我々の国は実は本当に独自の いいろんななもののをを取り入れながら独自文文明文化を築いてきた実は我々の日本こそが世界の文化遺産だっていうトータルで言うとですねそのぐらいあれなんですよ戦争とかそれもの以前にそのぐらいのものを縄文時代世界最古の文明から今日まで我々がおもてなしだ正直だ勤勉だ真面目だねこういうことを やること自体も実は我々祖先が生み出して育ててくれた大変な文化遺産です。その中で江戸の文化やいろんなものがあのね皆さん印象派のあのに影響ね浮世絵とかそういうのを与えたとよく言われますけど、本当に我々のところはもう今日はちょっとあえて言いたいけどね、だから怒るんですよアイチトレンあれは、うん、ということなんです。これまずそこをね。 我々が自覚した時祖先に対するあの崇拝というかねあの偉いんだとこれだ自分の文,文化を学びましょうよというのを、ね、言いたいで昨日実はですね、まあ、そこまでまで一つで最後に一つ現実だけ言っとくと昨日札幌でなんとかトリエンダーレの予行演習みたいな1日だけ行われたんですでうちのチャンネルサクラのスタッフ北海道のス,スタッフ行きました。<laughs> 56人の中1階を行ったらまず中まで入れてくれたんですよ知らないで受付の子が入れて入っていったら <laughs> あの撮影しようとしたらわーっと来て「お前右翼チャンネル帰れ」とか言ってね <laughs> で,で、まあ、そこで何でお前引き上げちゃったんだ引っ張ったからでもいいから粘れ,粘れよかったんだっつてね撮影したかったらちょっとしか撮影してないってい追い出されたからって「もう一回行ってこいってっ」っつてまた入って2度目行って昨日まで行ってまた追い出されましたおかしいんですね 表現の自由、まあ、報道の自由とか、ね、自分の都合の悪いことは排除するこれがさっきちょっといろいろ解説していただきましたけどもあの彼らの言うあの表現の自由です自分たちは好き放題やるでも他の都合の悪いやつは許さないそれからあのもう一つ一つでちょっと長くなりましたけど私たちは あの天皇陛下はじめ皇族の皆様、これはあの反撃も反論もできません、まあ、少なくとも絶対許せないと思うのは、反論も反撃もできない、そういうあのご存在ですね、天皇はじめ皇族の皆様、これに対して好き放題やる、これはもう国民の手で許しちゃいけないというね、でもこれね、法律で調べたら、実は安倍総理だけはできるんです。 皇族に対する誹謗中傷を訴えることは、あの人はやるつもりないと思いますけどね。あの、こういう状態だということ、を一応とりあえずお話しさせていただきます。あ,ありがとうございます。その辺、あの、じゃあ。どうですか、法律的にも、その肖像権とかね、天皇の肖像権を犯したとかさ。そういう、こう、勝手な、こう。いわゆる、それ反論できないお立場にある方にね、それだけのことを。益であるということに対する。 法律的な問題はじゃあ、その法律的な問題、あのこのちょっとあとにお話しします、でその前に、まあ、私があの今日まずお話ししたかったこととして、あの表現の自由という概念について、あの少しお話したいと思います。 えっと、この今回の,そのチラシの裏側、チラシをご覧あのお持ちの方はあのご覧いただければと思うんですけれども、こういうふうに書きました、日本国憲法に由来する戦後的な自由の観念は、社会にある種の解放感を生み出しつつも、我々の文化が長く保持してきた豊穣な土壌から切り離された浮遊する正体不明の空虚な観念だったのではないか。 そ,のそしてその空虚さが今回のイベントで意味軸も露呈したのではないだろうか、えーまあ、ここで書いたこの日本国憲法、まあ、私は1946年憲法という江藤淳が使っている言葉あを積極的に使うべきだと思っているんですけれども、この1946年憲法の自由というものが、なぜ空虚を足らざるを得ないか。 ということが私の問題関心でありまして、大きく3つの問題があると思っています。一つは、法律概念としての、この1946年憲法の原型となった近代英米法的なこの自由という概念の問題。 もう一つはこの1946年憲法の制定過程の問題そしてもう一つは田中先生がお話になったような現代芸術の死の問題という3点のポイントがあるだろうというふうに私は思っている。 1> で第1点目の近代英米法的な法律概念としての自由の問題というのは、まあ、先ほどのこの声明の中で少し触れましたがこの自由というのは公権力の私的領域への介入の制限であるというふうに法律概念としては捉えられている。 これは裏から言うとその自由という概念は無内容な器に過ぎないということでその器に盛るものが何かというのは本来的な問題なのですけれども法律概念としてはその内容を問わないという形で表れてきている。でそして第2点目じゃあどのような自由を内容を盛るか。 というところで問題になってくるのが、1946年憲法の制定過程の問題であろう、これは今ではよく知られていることですけれども、1946年憲法は、検閲は絶対的に禁止するという規定がある。 と,ところがその検閲を絶対的に禁止すると書かれたその憲法があおそらく日本史上最も効率的に運営された検閲制度の下で制定されたという根源的な矛盾を抱えているでこのことをどう考えるかという問題だろうと思うんですねで、えー、そしてこのじゃあ検閲の対象となったものは何かということを考えていくと 一つはその、特に1948年以降は共産主義的なこの議論も検閲の対象となったんですけれども、検閲の全期間を通して、この占領軍が言うところの日本の軍国主義思想というのが検閲の対象となっていた。 これは裏この言い換えれば大東亜戦争について日本の立場を主張する言説であるというもちろんそこのような言説の中にはかなり極端な全体主義思想を表現するものも含まれていたかもしれないのだけれども しかしそれだけではないその欧米植民地主義に対抗してそれを乗り越えるという思想的課題を担った言説もまた多く含まれていたんじゃないだろうかでそういう言説を否定されるべきものというふうにした憲法がもたらしたものは何だったのかでそれがまさに先ほど水島さんがおっしゃったあこの右翼だから帰れ排除してしまうようなことを許す土壌になっているのではないか。 いうふうふに思ったわけですその辺りのところをですね私は最近この日本国史学の「1946年憲法体制と弁護士」という論文で書いてみました。ぜひお読みいただければありがたいなと。 で第3点目は現代芸術の死の問題でこれはまあ,あの先ほど田中先生からあの詳しいお話がありましたので省略をさせていただきます。 でえっとまあ、今の3点いずれもとっても非常に大きな問題でなかなかあの一筋縄でこう乗り越えていく議論をするのは難しいだろうただしかし思想的な課題我々の思想的な課題として取り組んでいかなきゃいけない問題だろうなというふうに私は思っているところです。 でそして先ほどあの田中先生からご質問があったこの、まあ、例えばその天皇陛下の肖像を燃やしてしまうような表現を法的にどう制限するか。 という問題で現行法で確かに規定がありまして名誉毀損先ほど水島さんがおっしゃったように皇室に対する名誉毀損は総理大臣が告訴するという規定があってそれを使うというのは一つの方法であろうと思うんですけれども名誉毀損というのは個人法益。 ですえー、つまり、えー、例えば天皇陛下個人、えー、皇室の皆さん個人の権利が侵害されたという形で問わざるを得ないで果たしてそれはいいのかという問題も考えないといけないだろうこれは要するに皇室の尊厳をどう守るかというのはこれは国家的課題であろうでそうするとこれは国家法益として考えなければいけない問題 で,、えー、っとでそのことを考えるときに、えー、直接それを問題にする法律の規定はあございません現在のところそうすると、えー、財形法定主義の問題があるので直ちにそれはあ問えないということに国家法益としては問えないということになります。しかし 類似の規定として外国国商損壊罪外国の国旗を損壊した行為を処罰するという規定がありますこれは同じような論理で考えることは可能だろう法律の議論では象徴侮辱罪という規定を設けることができるかどうかという議論がされているんですけれども 多数説はこれはできないなぜならこの平等主義に反するからというような議論がされているのですけれども。 必ずしもそうではないんでははなないいか今の外国国葬損壊罪との対比で考えていったときにもう一度この象徴不足罪というような規定を設けるということも法律的に考えていくべき時期に来ているんではないかと思いますあのです最初の河村隆先生あの市長がですねあ,のあそこの 展覧会の会場の前に行ってこんなことをしてはいけんということを、ね、あの積極的にお話しくださったことがねある意味では法律なんですねつまりああいう方がですねそういうところに立ってそれを叫ぶというかおっしゃるということが政治家の役割であるしですからいい主張を皆さんがお持ちになったと思うんです。 やっぱりそういう法律っていうのはねまたこれはまあ法律を扱う人がですねまたおかしくなるとやはりこうまたそ,のそれ自体がねあのうまく運営できないということがあるわけで,でやはりあの今そのまさにですねそういうことをその言論とかねやはりあの一つの 思想とかを問題をそこをこう、まあ、ある意味で戦後はあの、まあ、アメリカのですね実を言うと,言うとあの左翼が基本的になって GHQ っていうのはまあ皆さんまあ,ある意味で中立的に考えられる方多いと思うんですそうじゃなくてあそこにですねあのまさに民政局っていうのがあって完全に左翼たちが救ったんですね。ですからあのそういうことが、ね、憲法にも反映している。 だから民政局が作ったわけですから。で、ケイリストはじめですね、ハウェイ発生というこういう人たちはみんなまあある意味でユダヤ人の左翼であって、で、こういう人たちはなぜその跋扈したかというと、こういうあの国家をね、あの内側主義にしていいんだという思想なんですね。だから戦後はですね、ですから国家観を否定したんです。国家日本の国家っていうとまるでその国家主義者 軍国主義者のように思わわせたわけねでそういうことによってその国家観を失わせるそして日本の伝統と文化をとにかくあの失わせるようなあの教育もしたわけです。ですけれども私はね本当にこれだけ、まあ、日教組を中心として教育を受けたそれからね教科書自体が本当におかしなもんです。先ほどどご紹介をいたただきましたけれども最大の あのパーセントを誇る、まあ、某会社の教科書はひどい左翼士官なんでねところがそれをこう知らないままに我々は、まあ、子どもたちは読んでですねそしてそれがまず、まあたかも正当化であるか正当であるかのようにあの教育されるわけですね。 で特にあの一番優秀な、まあ、改正とか昔冊子とかですねそういうところの特別な教科書を作ってるんですよ。で,それで、ね、あの教えてるわけですねですからねあの、まあ、我々愛好、まあ、者の教科書を作ってますけれどもまだまだ7%ぐらいなんでこういう教科書をですね皆さんがもっとねあの関心を持たれて。 あのやはり最悪的な教科書を売ると何かそれが正しいかのごとく思わ思うそしてそういう優秀なあの中学がですねあるいは高校がみんなそ,のそういった教科書を中心にしてあの教えられますからねですからだんだんそういう、まあ、皆さんの自体もね優秀な方がいればいるほどそういう教科 教科書の歴史観を学ぶことになってしまうとでそういうこともねやっぱり我々の文化を考える上で非常に重要なことになるだろうと思うんですね。でそれからまた芸術といいいうう問問題題のははまさにです、ね、難しい問題ではあるんです、ね、でこれをこれはまさにこう彼らが言うように自由でないとできないなんて言いながら。 本当に今ですねあの芸術そのものの考え方があの結局まさにそれが不自由になっているそれは何かというとイデオロギーが入っているからね。でイデオロギーが入っているためにですね自由が利かないんですよ人々の個性っていうものがそれによって規制されます。そそししててて誰もがが同じことを言うようよになってしまっっまるんですねでそれがやっぱり、まあ 中国の共産党政権を見れば分かるんでみんな同じ答えをするというそういうことがですねあのまさに共産主義の教科書であるしそういうこと自体が芸術をあの失わわせるわけですですからねあのなぜ社会主義の国もそれからこうしたですねあのイデオロギー的な教育を受けた人たちの国が やはりこう芸術を生み出さないかというようなことはまさにそれがあの人間の思考人間の感情を規制しているから、ね、自己規制しているからな、ね、ん、まあ、そういうことも、ね、根本的なこう芸術文化の根本の問題も触れながらしかしそれでもです、ね、私は非常に楽天的なのは日本というものがしっかりとまだそういうものを決して忘れてないということなんですよ。 でそれこそがね、まあ、大体あのこういう集まりでもです、ね、皆さんお集まりになってくださるしここにいるちゃんと論断、ここに、まあ、あのお話になってくださる方もやはりそれをあのやっぱり自らですねあの課して、まあ、発言してくださると。で結局我々はまあなんとなくこう少数派に見えますけど実を言うとですね圧倒的多数なんですよ。 で決して我々はです、ね、つまり少数の言論だけを握っている人たちがあたかも多数派に見せるというそういう詐欺行為を我々は受け,受け,、まあ、受け入れてしまってるんですねですから NHK に言ってることは正しい朝日新聞が言ってることは正しいと思ってたものが実を言うとそう全くそうじゃないそしてね、まあ、私はまあ左翼理論も研究してるんですけども左翼も駄目なんですよ完全に。 もう何も今ねこう彼らの持っている、まあ、昔はある種の革命理論があったりレーニン理論がありねマルス主義の考え方もまだあるかのことを持っているんですけど誰も今はマルス主義と言わなくなったでほとんど今言っているのはリベラルという言葉だけなのねしかしリベラルをよく調べるともう基本的にもうあのマルス主義しかないんです。 でグランテオリーっていうのはそういう,こう物質によって人々は規制されるというそういう基本的な物論しかないんですよねそれがもう全ての人がそう思っている少子でさえも経済が中心だというふうにみんな思ってるわけです。で経済がもう一番大事だところがですねやっぱりそれ以上のものがあるわけです。それややっっぱぱりり、ね、人間の個性でででああるる精神わけでねでやっぱり まず利益をやっぱり自分で向いたもの自分の精神に合ったものを仕事にしていく考えていくっていうねそういうことがあると思うで,でそういうこのまあ私はその日本人を信頼するっていうか、まあ、まあ世界の人もねそれほど変わってないつまりマルスが来ても一度も革命は成功しなかった成功したと思ったロシア革命が70年で潰れたと。 でロシアも中国もさえもですねもう今はもう社会主義じゃなくなってる共産党独裁の単なる小さな資本主義国になってはいますけれどもやはりひどい弾圧がされてるわけでねあらゆるところが彼らの意図左翼の意図がもう全部つ継いえてるんですね。ここの左翼ががもううになったっていうことい自体が 我々は強くく認識しななちゃいけないわけけわでですからね彼らを引き込むこともできるしこれからですねただ問題はやっぱりそういう党派性を持って一生懸命その規制の,です、ね、あの既得権を守るっていう連中がたくさんいるもんですからそれをですねやっぱり少しずつ駆逐していくぐらないなということがあるだから一番まあ重要なのは国連ですよね。で国連がやっぱりそういういことを でまさにユネスコが文化をあの世界でですね振りまいてますからですからそういうことをです、ね、我々自身が変えていく意見をこう述べていくというそういうこともですねこれからやっていかなくちゃいけないだろうと思うんですね。ですからここに我々、まあ、中山先生もそういう政治の側から文化の大きな お祭りをして日本において初めて世界の文化、世界のそういう芸術がですね、あのここに一つの基準を置くようなものを作っていくということは、私はもうあの可能だと思うんですね。そして世界が望んでるんだろうと思うんですよ。それからあの三島しげがやられているチャンネル桜のようなですね、NHK とか公共の もうほとんど左翼が握っている違う放送機関をお持ちになるということはこれも非常に大事なことなんですね。でこれこそがですねやはり保守のあるいは正当な文化を発言するところを我々が持たなくちゃいけない。だからもっとそこにあの、まあ、国があるいは、まあ、ある意味できち としたですね。お金を出すというところを作ってですね。そしてそのいうことを育っていく。今、あのちゃん、あのインターネットがそういう機能をし始めてんですね。ですから、youtube とかいろんなところに完全にそのメディアと違う意見を述べさせる機関となってんです。で、そういうことをですね。より述べていく。それからトランプが twitter をやり始めた。新聞記者会見じゃなくて twitter でやり始めると。 そういうことをですねやり始めている。ですから新しい今ですね保守の発言機関まあ左翼はネトウヨって言ってますけれどもそうじゃなくてそれをより保守の正当な意見をですねあのの載せるメディアにしていくというねこれが今本当にできできる可能性があると思うんです。まあその辺どうですか水島さんお考えは？インターネットに関しては。 あのそういうういことだとだ思うんですけど、えー、田中先生意外とちょっと楽観的だとおっしゃってあるんだけど私は実は結構悲観的なところっていうかねあれがあるのは例えばドイツを見てると東ドイツにさ派党というの生まれたそして緑の党というのが躍進しているもちろんドイツのための選択肢っていうねあの、まあ、いわゆる民族主義をいう人たちも出てきてるけれどもあの私は実は。 あのグローバリズム路線メルケルキリスト教民主同盟というドイツの、まあ、いわゆる健全な保守だったこれが今やリベラル左派になってるつまりそして社民党も二大政党だった社民党もそうなってるということは私はあのグラムシア・トリ,トリアッっというあのイタリア共産党のやった構造改革先進国革命 各分野にヘゲモニーを取って最後は国家まで攻め上ると、まあ、こういった流れが実はいよいよ本当のマルクスの言ったそういうものが生まれつつあるこのグローバリズムというのはその面を忘れてはいけないあのソ連と中共といった一種のレーニン・スターリン型の,あのいわゆるそういう全体新国家とは違うものが実はヨーロッパや アメリカのサンダースやウォーレンやあの民主党の中にです、ね、生まれつつあってこれ全然死んでないと実は私は日本のさや香田中先生がおっしゃる通り全然ダメになってますなってるけども全般各階層にすべて今政治家も財界も学,あの学問の大学もマスメディアも全部そういうリベラルといったバカリベラルですね 勢もないけどもそういういもののリベラルが日本中に蔓延してるでこそれががっちりと実は政党でいうとリベラルというもの自体が今山本太郎さんにあの象徴されるようなねもともとだって完全な極左の人ですよあのだからスパイ防止法も憲法9条もあの口頭のあれも言われるとみんないや女系でいいじゃないかとかどんどん言い出す。 こういう人たちがでも保守だと思っている人もいるんですよね新しい保守だってこれがでも本当に言うと実は田中先生おっっしゃってるの意味でちょっと頭のいい左翼がこの間民主党で失敗しましたけども今また新たなあの、まあ、生々しいことを言うようですけど小沢一郎さんとかね鳩山幸夫さんの金とかいうのでこう今動き出してる。 なんでこのインターネットの世界も実はえ中国の私あのんですかあの残虐ウイングルチベットあれもう YouTube で警告が出るんですよご覧になった方いると思いますそれでも習近平を呼びますかっていう招待しますかっていうあの番組を作って流したらもう冒頭にバンとこれは一部の人に攻撃的な何とか何とかであのそれでもあなたは見ますかって。 OK、しないと見られない YouTube の中でももうものすごい実は規制が始まってるあのこれ嘘嘘の映像じゃないんですよ全部中国がやってる残酷映像ですチベット人を虐殺したりウイグル人を虐殺したりしてそれをまあメディアはもちろん残酷ですから流せませんけど私たちは本当のことを見てもらいたいということで流すともうそういう警告出てる YouTube3 回 NG が出ると 全部消されますそれまますそで流してきたのはでも田中先生おっしゃっていただいたように今年30万3月に30万だった YouTube 登録が今44万2000まで来ました9か月で14万増えたっていうのはものすごいですそれは確かにありがとうございますそういう意味ではね、YouTube、あのインターネットの中で絶対にどこ,どこにもおもねらないと。 本当のことだけけ言い続けるってい続るう姿勢を持ったらできると思います最後に一つだけちょっと自由っていうことですけど私も映画監督ですあの「南京の真実」2作2つ作りましたけどものすごい大変だったですまず映画もお金を作らなきゃいけないスタジオ借りなきゃいけないロケ,ロケ地を決めなきゃいけない役者決めなきゃいけないまあ脚本とあれは私が書きましてつきましたけど。 あのものすごい不便なんですよあの表現の自由っていうのはねよく言いますけどお金を与えたら貧乏映画監督とか映画プロデューサーにお金を与えたらフランスやってるらしいんですよ今ねでもろくなものができない今フランス映画もう低迷状態昔我々はフランス映画に「トリフォードは何だ?」ってみんな憧れたもんだけど全然ダメになってるみんな国からお金が出てるから好きなものを作ってる。 政治的にか,かえってあるいはすごい偏ったといいいうかねいいものもあるかもわからないけどお多くの人に見てもらうとえ、まあ、映画芸術と言ってみんのか分かりませんけど作品と商品の間を我々はいつも迷いながら悩みながら作品作るわけですねこの自由ですよそれもでも国からお金もらっちゃったらどうなるんだろうと私たちが欲しいのは映画のスタジオです。 安くくしてくれる国がそういうインフラをね音楽を取れる録音できるそういうところの場所が欲しいあとは自分で金集めるよと、ね、あの私は自由っていうのはちょっとそこは考えてるんですよ国はだからそういう今私はあの中山先生のこ第三成賛同してあの一応仲間に入れてもらってますけどそういう。 国がきちちんんとととやるるのはその枠組みをちゃんと作ってあげることでもさっき河村市長言ったように芸術家にお金だけ与えて、ね、やればいい作品作るかって全然作らなくなる可能性もあるんですお金もらってもななく貧乏でもいい作品作る人は作るんです<う>ここのところがね非常に我々、ええ、私も自分であれです <laughs> はいまさにねそれが芸術の本質的なところがあるわけね 作らなきゃいけないけと思う、ね、そういう気持ちがまあ作るわけで何もお金があるから作るっていうんじゃないですよね。それからねやっぱり何度もあの私が言ってるように芸術っていうものはあの流行り廃たりがあるんですよ。やっぱり一番すごい時の時,あの時期があってねやはりそこのところであとは衰退していくっていうそのいわゆる芸術表現の、ね、歴史があって。 それは固有の縦の歴史であるわけですけど、それをですね。察知することが芸術を理解する。非常に重要な鍵なんで、なんかこう場所を作れば何でもできるということではないということですね。今回は芸術の祭典の話ですけれども、先ほどちらっと申し上げましたベネチア。ヴェネツィアビエンナーレは今のオリンピックのスポーツの祭典の1年前に芸術的な面でも。 そういった祭典を開きたいということで始まった。えー、オリンピックだけではなくてですね。いろんなたい、たい、え、どういったんでしょう。スポーツ。の競技会の中に政治的な問題が入ってきたら、やっぱりみんなしらけると思いますね。芸術の祭典に対しても、そういった意味で極めて質の低い政治的な動きが出てきたら。 やはり嫌だとあっててはならなならいこととのであろうと思っておりますで今回そのなんか典型的なものが現れたのかもしれませんがやはり少し質が質を高めればですねそんな政治的に利用されるされ利,利用しなければならないような祭典でない本当の意味の 人の心宇宙の真理歴史のあり方というようなことをもともとに置いたそういった芸術の祭典というものが日本で開いてほしいなという思いが強くありますで、ただですね例えば先ほどから田中先生がおっしゃってる戦後の流れ日教祖最初はですねソ連から 日本で革命の暴動を起こすようにという指令が日本の共産党関係者に届いたということでしただけど日本では暴動は起こせませんということででは長期間にわたって日本を共産化する政策を取れという指令が来てそれがその日教層50年くらいすれば革新系の 総理を出せるであろうそういう事柄があったということでした。で、中山成明大使が日教所は日本の教育の癌であるという発言をしましたときに、これに対する反発は革新系ではなくてですね、自民党の先生方が大騒ぎになったんです。それで一体何だ彼は。 先生を批判するとは何事かっていうことでその発言を取りやめれば大臣を続けていいでも彼はこればっかりはやはり日本の将来を考えれば発言取り消すっていうわけにはいきませんということで大臣辞職しましたこれがたったの10年くらい前の話だったと思います。日本という国は 日組組がどんな組織な織のかそれすら自民党の代議士のほとんどが分からない知らなかったこれが日本の現状ですさらにもう少し前になりますが2002年に北朝鮮から5人が戻りました時に北朝鮮は出張させてたんですけれども私自身はこれを日本という国家が 5人が自分で残りたいっていう自分自由意思で残るのではなくてですねそれをやったら大変なんですもうすぐにど誰かが怪我をするとか事故に遭うという可能性があると思いましたので日本という国または政府が5人を日本に残すべきという主張をいたしました。でそれをです、ね、なぜ 今頃にななってその返す返すさないと何が揉めているのかという質問に対して国家のの意思の問題ですという発言をしましまたそれがテレビに流れましたらその瞬間から「国家」という単語を使うとは何事かという事務所とか私自身の電話ファックスその日から次の23日間は大変でした。 2002年ですよ。戦後。この時に国家という単語は日本ではタブーな言葉でした日本というのがそんな国になり下がってしまっていた本当に情けない国になったという思いがその時に本当に残念な思いをしたことがございます。日本というのはやはやり国家独立 通していないなまだですね憲法自身憲法自体現行憲法自体が続国の憲法です国民を守るという言葉もありません日本の憲法は日本の政府が国民を守るという規定がない国家として領土を守るこの規定もないこれでずっと戦後日本は 続いてきてきるんですアメリカにおんぶに抱っこアメリカを頼るしかないようなでも国民を守ることについてアメリカが助けてくれるはずがありません日本政府が拉致された被害者を守るしかないというこのことすら日本の憲法ではできないそういう状態がいまだに続いているということをぜひあの 自覚してていいただいてですねそれでもなお何とか工夫しながら5人を日本に残すということをしてきた国家として主権主権は在主権罪民だという言葉はありますが実体的な主権すら日本の憲法から見るとない本当に残念な国になっています。そののこことも含めて今回愛知トリエンナーレこういった芸術祭に 政治的な意図スポーツの祭典でこういうことをやったらすぐに排除されると思うんですけれどもそれが平然と行われている国だとそれ国全体としても考えていただけたらと思っていますすみません先生ありがとう時間的にどうですか、まあ、ちょうど今五時になりましたけれども、まあ 皆さんの中にどなたか質問とかあの、まあ、ご感想とかねぜひしたいという方がいらっしゃたらあの結果としてお私は芸実問題番組の大村さんがこれを許可したということは大村あバイ国知事は重大な過失であり責任になると思いますこの回として大村さんはすぐに愛知県知事を自認するという決議というか決議というか結論として。 うううどまああのそういう気持ちはあのもちろん私も共有している部分はあるんですけれども、まあ、今日のこの集まりはあ,あ,あくまで芸術文化の本質は何かというところで議論を深めようということで企画しましたので、えー、まあ,あのそういう,こう決議なり提言なりは まあ今日の議論を受けて、どこかでやっていただいたほうがいいかなというふうに思いますえそれはわれわれでやりましょう <laughs>、ねあの、頑張れ日本とか国民主党とかいろいろ、大村は本当にこれ、こういう人をねあの、そのままにしちゃいけないと思います、あのな何よりも、ね、きちんと説明しないことです、これ、あのちゃんと理由を言ってみろと。 いうことを言えないままやってることですから、われわれ、きちんとこれ、追い詰めなきゃいけないと思います、ずいぶん先に知事選、そうなっちゃうけど、その前に本当にね、なかなか96万ですか、あれ、集めるには、リコールは、なかなか難しいんですけどね、あのでも、具体的なことをやっていきたいとも、やっていきましょう、あの国士学会は本当に、本当の本質を極める、そういうところなんでね、えー、ということで、はい。えー えー、まああのさまざまなね書店からこういう問題を考えるということはこれはねこういう会をやもうほとんどこ,のこういう文化をねもうその講演会とは何だって言ってみんな左翼がやってるんですね。でそしてまた今、まあ、日教祖っていう,もうあの問題がまあ出ましたけれども本当にそういうこう ある種のねまあるわけですねでそういうことによってどんどんこう人がかあの変わっていくわけあのまあ犯されていくわけですけどしかし同時にですねやはり我々が常識というかそしてある種のこうまあそこに文化と伝統っていう言葉がね、まあ、ある意味で抽象的に聞こえますけれどもそれは私はねやはりそういうものが 戦後の70年経てね彼らがこれほどやりにやってきたんですよ。で革命の世紀だったんですねでそれはもうほとんどの人が皆さんがやっぱり同じように経済が世界,もう世界の認識あるいは人間の認識の基本だなっていうようなことがもう明かり通っていてお金の世界になったその物質的な世界っていうそのものがねもう彼らの思うツボなんです。 でそういうこの人間を混乱におとしめて、まあ、将来はまあ,ある意味であの革命を持っていくというような淡い希望を持っているしかしそういう思考パターンをですね今こそあの断ち切るべきで,で我々はですねやっぱり伝統と文化に変えるというのはどういうことかっていうと日本のですねあのやっぱり皆さんが持っているその 神道ななりり仏教なりですねあるいはそれから生活習慣なりそれからやはり持っている美意識ですよねそういうものをね自信を持って取り返すというか自分の中にですねもう一回あの見直すというかそういうことを自らですねおやりになってくださるとおのずからですねやっぱり日本人が出てくるんですよね。で私ははそれはもう 外国体験が長いって言ってもあれですけれども見てるから分かるんですけど日本の素晴らしさっていうのは先ほど水島さんがおっしゃってましたけどねこれはですからおの自ずから守ってるんだなっていうことが分かるそれから天皇の今年の,のですね本当に即位式とまた大城祭の粛々と続けてられる姿が、ね、あれこそ日本なんですよね。そそそういううういいこここととがが皆さんが実験して今年を 歴史をを体験されたということを、ね、まさにそれがちょうどこの時期のこういう問題にもこう反映されていましてもう最悪はですね息絶え絶ええですよただ、まあ、水嶋さんのようにこうそこに対,対峙している方はですねまだまだ強いと思っているかもしれませんけれどももう彼らはねある種の温暖化現象だけが革命の武器だなとていうとんでもないことまでやってるわけです。 あれしか最後の砦だなんて言ってるんよだけどあんな温暖化なんていうのはもう自然の状態で変わっていくだけでは問題ですからねですからもうあらゆるこう彼らのキーワードがなくなっていくわけでねですからあの決して彼らが何か偉そうな強そうなと思わないでいい加減なものなんですよ実を言うと。で今のマルシーにしてもですね ソ連の崩壊もあるからということではなくて、理論そのものがおかしいということは分かってきてるんですね。ですからこういうことによってですね、我々皆さん自身があの自分の自身にあのやる日本人であることの自覚ということがね、自ずから出てくるわけで、それをまあ我々がですね、あのみんなでこう要するに 話しながら議論しながらやっていくという状況はですね、今まさにできつつあると思うんですね。まあそういうことでですね、まあ今回あのトレーナーを機にですね、芸術とか文化という大事な部分が重要だっていうことを認識するということで、これも本当にあのまあある意味であのこの成果だと思うね。 でこういうい会を作るということができたことはもう本当にそれはその大歩だと思うしですねから保守がこういうところできちっと議論するっていうことをやればですね最悪くなって吹っ飛んじゃうんですよ大したもんじゃないですよあいつら。まあしかしだって理論だけですからね頭でっかちのイデオロギーだけですから何の自然さもないんですね。そ、まあ、そういういことはれああ、まあ、れぞれの ご意見ももあるででしょうううけれどもあそういうことでです、ね、日本国史学会でもこういう問題を随時取り上げてあのこれからもあの皆さんの参加を仰ぎたいと思います。はい、あどどなたかどうぞい そういう問題をだから行政に常に我々が監視するっていうか文句言って今回もですねこれだけ抗議するっていうことによってですねあの、まあ、まさに行政が動いたわけである意味ではそういうことが、まあ、成功したとも言えるわけですね一方では。

田中先生が言ってるのは左翼っていうのは本当に意識したプロ市民とかねあの共産党とかそういう連中です。私が言っているのは実は皆さんが例えば日教層が3割ぐらいしか組織力がなくなったでも一般の,その教員たちどうかっていったら薄められた日教層になっているだけじゃないかということがあって、まあ、その辺のちょっとあのあのいわゆる言葉の違いで,でしたんで私が危険に思っているのはその薄められた 自分ではあの左翼だと思ってない人たちがこれ一番に今の日本の問題になっているんじゃないかと実は思っているとそれからもう一つだけ最後にお祭りと今先生があの中山先生が言っている祭典とビッグイベント違いますから今全部そうなっていますビッグイベントの感じなんですよこれがあの祭典というのを本質的にスポーツの祭典オリンピアードも全然変わりましたけどねあの我々はお祭りで お祭りなんですよ本当はいいろいろ芸術もだからそこの意識をもっと取り戻さなきゃ私実はちょっと一度せっかくここに来たんで皆さんに言わせてもらうと私のやってる今政治運動っていうのはお祭りの感覚なななきゃいけないいなけと最近つくづくづ思いますみんなでやり始めるみんなでみこしを担ぐみんなで神様に感謝するというような形の祭典というのは本当にそういうことだと思います。あの 昔ね昭和30年代までは「紅白歌合戦」っていうのは国民の祭典でした実はあ、まあ、これお祭りが始まるところが今ビッグイベントでしかないビッグイベントショーみたいなねこれも全然違うっていうの我々日本人は基本的に祭典というのはお祭り神様に感謝し先祖に感謝したりあの来年のご国穀お穣を祈るとかねそういう時間感覚を持った あの先祖と共に神々と共にあるみたいな芸術の神々と共にあるというそういうところだということをちょっと言い忘れましたんで言わせていただきましたがその通りですね。で今年はほら大城祭をね皆さんが実験なされたあの感覚ですよねあの不思議なそして我々が長くね126代続くというそのことの歴史のね絵の,の共感というかですね ああいうものがやはり我々にまだあるっていうことをねこうもう一度でそれをですね世界がある意味で注目してるっていうこともね感じるわけで、まあ、そういうことはですねあのこれからも皆さんとともにこういう問題があるとあの特に今のね例えば各地でそトリエナイルの似たような問題が出てきてるということをどっかで集約してですね で我々がそれをそれに対して反撃する体制ただここにねやるだけではなくて、まあ、そういう問題が結局は基本的には同じ問題ですからこことねですからそれをあのここであのここにいられる方も中心としてですねあの常に対処していくっていうね格好にしたいと思うんですよ。で日本国史学会もそれをねあの応援したいと思うんですね。 あのまあ、そういう中であの、まあ、今日うお配りしたあの日本国史学会の声明文ですね、これはあの理論的にえ結構使えるんじゃないかなと私、思っておりますのであの、ぜひ有効に活用いただけたらなと思いますいやね、一番腹、ね、立つのは芸術っていうのはあいつらがばにしてるってことですよ。あのね あのまた映画監督の私は端くれですけどもあのやつらが一番腹立つのはね芸術っていうものを舐めてるもっと崇高なもんだしねもっと真剣なもんだしね命の本当にあ,のあれなんですよ現れなんですよこういうもの,あのバカみたいなこの天,天皇陛下のバナバナでバナナっていうのバナカ、バナ,バナで焼くとかねあの 本当に一番腹立つのは芸術っていうのを舐めてるっていうお前らにやるそんなことやる資格ないぐらい本当に腹立つもっとね芸術では真剣に命がけでやってねやってる人でてたくさんいるんでねそれは腹立ちますね、はいえー、あの左翼はですね文化自分たちの自由を犯したっていう、まあ、政治的にですね犯されたということをもうみんな書いてるわけですねししかしその 自由を言う時にはです、ね、その他人に対して自由を言う時はです、ね、その言ってる人の内容と価値をですねやっぱり認める格好を作らないといけないんでその内容がなくてですね言ってるわけですよね現在ですからその内容を我々がついていくとね本当にお粗末なものなんですね先ほどの従軍慰安婦のものをねあんな像を世界中にばらまいて嘘をついてるわけです。 あんなーナーもうあのアメリカの走行車にひかれたか悲しい少女だったんです。そのことをね言わずに笑いまいて、これはもう新たに嘘をついてるわけですよね。つまり誠実な作家の精神がそれをちゃんと正直言わないで、そして自由の少女とかんとか言ってですね、嘘をついてるわけ。です。嘘にはですね芸術なく生まれこないですよ。 あれはもうそんなものなんだということを皆さん認識されてあれはもう反米の像であって従軍やると全く関係ないんだということをですねもっと広める必要があるわけですね。つまりよく見るとみんなもうあの程度のもであの天皇の像もあの作家の人を言わせると自分の姿だとかね天皇のことは考えたことがないみたいな変なこと言うわけですよね。 で我々はだけどそこまで,ですですからそういう批判をされるのは当たり前なんですよあんな姿をね出してるわけですそれから燃やす行為なんか平気でやってるわけですねところが自分は天皇の反対してるわけでもないみたいなことを抜け抜けと言ってるわけですよ。でそういうこの安易さが作ってるんですねこうああいう芸術を。芸術じゃないんですああいうものを作らせてる。 それからまあある意味ではほとんど価値がないわけで、これはもうだからメディアが作った一つのまあお芝居ですね。それに乗らないようにするっていうこと、これがやっぱり我々のですねあの見抜く態度だろうと思うんですね。まあじゃあそろそろ時間あるんですか。はいじゃあどうぞ。う 先住民族ということで断固反対しなくちゃいけません、ね、で、アイヌっていうのは先住民じゃありませんからそれでもバカな国会議員がみんな賛成しちゃった、ね、それであのアイヌのあの踊りだってじゃあ昔からやってるのかってう嘘ですこれ昭和になって戦後になってやり始めたってもういい加減にしてくれよとあの服だってなんだってね。 あのそういうのはどんどんね事実としてもばらしていかなきゃいけないしあの、まあ、この間私あのアイヌのお魚を禁令期間告発しました紋別署にねあのそういう具体的なことを一個一個やってそれで記者会見やってもね、まあ、ちょっと長くなるとまずいから短くしますけど各社来ました全部 NHK から朝日新聞から北海道新聞から。 で全部私に質問してきたそれはいいんですよなんでアイヌが先住民じゃないですかこちら答える全然反論できない何にも勉強してない人たちこれが今ねそういう世論というかあアイヌの人たちはかわいそうに和,和人にいじめられて殺されたり金取られたり騙されて土地を奪われたってそういうイメージになってますでそれを今やろうとしてるこれはまああの もう一つ言うとオリンピアードと言いますけどオリンピックもの祭典も今バッハというあ,のあれがねあ,のあそこに札幌にだマラソン持っていったってあれも極めて政治的な判断ですあれもあとの,の30年の東京オリンピック札幌のそれから IR 土地の買い中国の全部つながってますこれ。 まことに、まあ、ここの話じゃないんであれですけど、まあ、そういうことなんでトリエンダーレも極めて戦略的にやってるでもう一つ、まあ、皆さん知ってると思いますけどドイツへの移民とかイタリアの移民とか移民も我々の国の移民はちゃんと中国の侵略的な意図をちゃんと持ってやってるあのそういう軍事あの政治的な意図を持った移民であってトリエンダーレも全部そうですこれ。 あのそういうふうに考えたほうがあまりあのねあの西郁の連中はバカと思わないほうがいいと思います。 うかあのやはりね個々の議員でですね結構やはり目覚めている方もおられるんでねそれを中核にしてやっぱり広げる以外ないと思うん、ね、でねやっぱりあの私時々個々の議員に会ってるんですけどもねやっぱりそれぞれあの個人としてはいいことをおっしゃるわけですけどもねやっぱりその派閥があったりやはり党そのもののねあれが。 そういう発言が届かないっていうことがねあるわけでまあ本当にそういうことは私も安倍さんにですねやっぱりそういうことをこう述べる機会があったらまあ必ず言おうと思うんですけれども基本的にそういうことがねやっぱり例えば在日が議員に多かったりすることがね非常に気になってるんですよね。で結局そういうい戦後の構造がです、ね、在日をの こうバックを許したところがあって、まあ、先ほどの問題も全部関連してくると思うんですけれどもそういう,こう国家観を失わしせ,せしめる、ね、こう考え方ややはりあの日本の伝統と文化を知らない人たちがね多くなってくるんでそのこともです、ね、我々は、まあ、あの早くですねあの特に自民党の人たちに気が付かす。 特にあの私はまあ教科書運動をやってるもんですから教科書をですねあのそういうものをこう伝統と文化を教える教科書をね徹底して自民党の政府ですからねあのあの各地で特に教育委員会のを変えていくというかですねで教育委員会が完全に、まあ、日教組もそうですけどそういうこの影響が強いわけですよね。ですから こういうい文化とか歴史という問題があたかもこう左翼のこう一つの大きな拠点になってしまっているんでそこはそうじゃないんだとで我々日本国史学会を立ち上げたのもです、ね、そういうことをきちっと考える保守の団体があるんだということをねそういうことを、ね、皆さんもちゃんと認識していただいてでここでは教科書もちゃんと作ってますしから高校は「明星社」を作るわけですね。でそういういことがはっきり あの皆さんも自覚してそういう教科書もあるんだとそれで教科書を進めなくちゃいけないそれは教育委員会のね5人いるんですけど3人を3人をですねそういう説得するように首長にですねあの知事とか市長とかですねそういうところにはっきり言っていただくとあるいはまあそういうところで働きかけてあの教科書を取っていただくというね そういういことを各地でやっていいたただきたいと思うんですねそれがやっぱり一番早いそういう星を変えるあるいは人々の気持ちを教育で変えていくっていうところがねこれが大事なことなんでそこをですねやっぱり抑えていくまあもちろんいろんな宣伝をするあ,のあれをするっていうことも大事ですけどねそういうとこから私たちはやろうと思っているわけです。 まあ、あのいろいろな意味で我々がやる力がそれぞれ限られてますけどね皆さんと共にこういうことをね進めていきたいと思います。名古屋がちょっと今まであんまりですねあのそういうことがあの行われなかったのかなという感じはちょっといつもしてるんで是非、まあ、我々とあの協力してやりたいと思うんでこれ今後もよろしくお願いいたします。どううもありがとうございました